似てなさすぎて伝わらないロビンのモノマネクイズ。今日のモノマネはこちら。よしからのベーライン、聞いてくださいね。あれ全然わかんない。もう一回。よしからのベーライン、聞いてくださいね。先週とほぼ一緒じゃねえか。みんなわかった？答えは4時に発表。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベーライン。さあ、そしてこの後4時からはザ・ベイラインです。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうもこんにちは。ね、梅雨でございますよ。そうです、梅雨入りしましたね。じんわりと。もう問題なのはロビンちゃんのモノマネです。そうなんですよね。もうツイッター見たらロビンちゃんのモノマネ全部一緒って書かれてて、私も最初に聞いて思わず一緒じゃんってスタジオでつぶやいちゃいました。春原さん、本当ですか？私ちょこっと変えたんですけどね。どこ変えたんだろう。ちょこっと変えたってモノマネする対象変えたんですよ。もちろんもちろん、そうですよ。そうですよ。そうなんですよ。対象変えたんですよ。春原さん、何だと思いますか？なんでドラえもん？じゃあどうですか。まあ、答えはね、この後4時からの。ロビンしか知らないから。そうなんですか。我々も分かんないですよ。今も誰にも言わずにやってるんです。はい、じゃあもう自由自在じゃないですか。はい、答え。そうなんです。皆さん4時間のねベイラインも聞いていただきたいなと思います。はい、気になるエンタメ情報、そして5時台叱られてということで、大人になってから叱られたこと、皆さんメッセージ送っていただきたいなと。叱られたくないね。思います。いや、いやですね。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までです。よろしくお願いします。はい、じゃあこの後よろしくお願いします。はい、お願いします。この後一体あれが何のモノマネだったのか、ちょっと番宣期間がみんな気になってた方いると思うんですけども、ぜひその耳でお確かめください。そして文句のある方はザ・デイラインまでよろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手、花原ゆきでした。また、来週の1時ですね。私ここに座ってますんで、1時にお待ちしております。また来週。ラブパワーステーション78. You're listening to JLGB FM 78. This is the Bayline. This is the Bayline. 時刻は午後4時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。梅雨入りが発表されましたけどもね。本当ですね。まさに6月6日雨ザーザー降ってきてね、あっという間に可愛いコックさんという歌をね、どうしても口ずみたくなりますけども、書けますか？書けません。知らないですか？知らなかった。可愛いコックさん知らないんですか？どんな曲、どんな感じですか？棒が一本あったとさ、葉っぱだよ、葉っぱじゃないよ、カエルだよ、カエルじゃないよ。6月6日に雨ザーザー降ってきて、私わかんないんですけど。うわー、びっくりした。そう、まあね、あのボストン生まれのロス育ち。すいません。どっち逆でしたっけ？一緒です。合ってます。合ってます。2000年に日本にやってきました。あ、そうですか。はい、もう使わないんです。あれ歌わないんですかね、みんなね。どうなんだろう。あれ6月6日にたまたま絵に合わせて言ってんのかと思ったら梅雨だからなんですね。あ、そうなんですね。今考えるとね、まあ、その歌知らないあなたに言ってもあれですけどね。随分金髪がすごいですね。梅雨に合わせて金髪にしたんですか？テンション上げようと思って、あのね、金髪にしたんですけど、はい、あの今日今朝ね、お兄ちゃんとテレビ電話したら、はい、お前その髪似合わねえよって言われて、似合わねえよ、もう悲しい、ね、今心で泣いてます。現役アイドルのリーダーに似合わねえよって、ね、そんな髪型にしちゃったという ね、 ね、でもいいんです、自分のテンションが上がればいいんですよ ね、 みんなでもいいって評判でいいんじゃないですか。いやいやいや、でも本音言ってくれるのは家族ですからね。いや、そうなの。だから悲しいの今、もう誰か褒めて。 そんなことないですよ。褒めてって言ったって、それを皆さんに見せないと、ラジオだから見えてないからね。山ちゃんもさっき会った瞬間、どうした髪の毛って言われましたから。いや、ロビンさん全然似合いますよ。いかにもね、ハーフな感じが出てすごくいい感じですよ。もういいんですよ、私のことは。はい、あ、私のことは良くないんですよ。え、なんといっても番宣のね、モノマネ。すいませんね。さっきハラハラさんもね言ってましたけども、はい、たくさんメールも来ておりまして、ありがとうございます。たくさんでもないですね、そこそこ来てまして。まあ、黒柳徹子さんという意見が多数ですね。はい、多いですか。瀬川栄子さんじゃないかって方もいらっしゃいますけども。あ、さあ、ちょっともう一回それで聞いてみましょう。番宣のロビンのモノマネ、こんな感じでした。よしからのベーライン、聞いてくださいね。あれ全然わかんない。もう一回。よしからのベーライン、聞いてくださいね。先週とほぼ一緒じゃねえかという感じで ね、先週何だったんでしたっけ。それも忘れちゃったんですけど、先週はですね、あれです、あの目玉親父。ああ、目玉親父ね、野沢雅子さんバージョン、うん、ということだったんですけども、はいはいはい、今回は誰なのか。さあ、それでは、はい、ロビンさん、答え合わせでございます。わかりました。わかるようにそのモノマネでお願いします。どうぞ。どうも、黒柳徹子でございます。皆様正解おめでとうございます。ね、これ初めて3回目でしてようやく当たりましたね。似てたでしょ、山ちゃん。これはさすがに、まあ、やる方が多いんで ね、ちょっとやってる方の中ではだいぶランク下ですけどもね。どうもありがとうございます。どうも黒柳徹子でございます。どうも皆さん、どうですか、私の黒柳徹子は似てますか。どうですか。
ずっとじゃあそれでいきましょうか。わかりました。だんだんやってるうちに出てくると思うんで、はい、今日は7時までこの対象で喋りたいなと思います、よろしくお願いします。本当ですよ。はい、わかりました。本当ですよ。大丈夫ですよ。本当ですよ。それですよ。大丈夫ですか。きついです。ごめんなさい。きついですね。聞いてる方もきつかったです。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、じゃあクライアントテスコというね答えくださった方ありがとうございます。はい、名前言っとこうかな、一応な。ぜひぜひお願いします。一部ですけどね、ここに届いてるね、桜市のプロファイヤーさんね、適当まみさん、にゃかむさん、はい、ね、他もいたみたいですね。嬉しい。ツイッターもつぐはさんとかゆうさんも当たってますね。皆さんありがとうございます。特にプレゼントとかないですけどね。ありがとうございます、ね、答えていただいて、参加していただいてありがとうございます。さあ、それでは今日のメニュー紹介しましょう。4時台気になるエンタメ情報チェック、バズった山寺でございます。はい、気になる芸能ニュース、新製品、イベントなどをピックアップ。皆さんも気になるエンタメ情報を今すぐ教えてください。アドレスはベライン @bayfm.co.jp、 bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターをやってる方はね、ぜひハッシュタグベラインをつけてつぶやいててください。さあ、そして今日の5時台は叱られて、これでいきたいと思います。ね、子供の頃はよく皆さんね、誰でも叱られるでしょうけども、大人になってから叱られるってなかなかないかもしれません。なかなかないよ、ね、どんなことで大の大人が叱られてしまったのか。もちろんティーンの皆さんとかね、もういいんですよ。です、ね、若い方はね、堂々と言ってくださいよ、はいはいはい、ね、ぜひ叱られてメッセージ5時台でございます、はい、よろしくお願いします。そして6時の時報をまたきにはですね、来週のベイ FM パワーウィークに合わせて、パワーウィーク特別企画、今さらベイライン DJ パーソナルクイズを行います。違う曜日の DJ が水曜リスナーに対してのクイズが届くということなんですね。ぜひね、皆さんクイズ参加していただきたいですよね、はい、これ5時台の終わりに出題して、6時台の頭で答え合わせをしますので、はい、クイズの回答はメールで受け付けております。皆さんぜひご参加ください。来週のパワーウィークのちょっと練習みたいな、そんな感じでございますね。そう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 、練習練習、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います、はい、そして6時台はこの人、街の面白いスポットに新スキボス、街角 DJ しまちゃん登場でございます。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆうきょう、はいはい、ゆうきょうでございます。はい、はい、やっぱりモノマネすごいね。え、すごい。どっちの意味で、どっちの意味で、あれ、あの大鳥圭介でしょ。本当に元気でございます。クレーン徹子さん出てたから。あ、そっちのが似てたな。ね、似てたね。ポテチってね。嘘、本当ですか。いや、びっくりしましたよ、本当に。すみません、失礼しました。違う意味でね。さあ、ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。現在の気温が20度。20度、うん、でもう雨は降ってます ね、 そうですね。ただね、雨粒はさほど大きくはないんですけど、うん、やっぱり傘がないとちょっときついかなという感じでございますが、湿気がすごい。さあ、ということで今日5時台叱られてということですけども、今日ね、6時台、街のみんなはどんなことで叱られるのかっていうのを、うん、ちょっと叱られそうな人が多い飲み屋さんに行くか叱られそうな人が多いって、うん、どういうこと、そんな店あるの、どういうこと、多い飲み屋さんに行くか、うん、言ってただ単に叱られてなじられる僕だ、どっちにするかなって、ね、叱られるの嫌いじゃないからね。嫌いじゃないですから、なじられるの大好きですから。そうだ、無茶すれば叱られるから、ね、6時台ね、うん、叱られてね、どんな方に会えるのかインタビューしてまいりますんで、うん、6時台どうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。はい、叱られそうな人が、ね、たくさんいる飲み屋さんってどんなところなんですかね。確かに、そういうしまちゃんが叱られてるところを聞きたいですけどね。そうですよ、がっつり、ね、うん、ガーッといけば叱られる可能性、叱られるぐらいいろいろやってほしいですよね。暴れてほしいな、しまちゃん、お願いします、はい、6時台しまちゃん登場。そして6時台は、今日の運勢報告会もやりますよ、はい、今日のあなたはどうだったのか、大吉、吉、凶、大凶の4つのうちどれに当てはまるのか、そのエピソードを教えてください。内容盛りだくさんでお送りします。水曜ザベイライン、この時間気になるエンタメ情報を今すぐお願いします。アドレスはベイライン @bayfm.co.jp、 bayline@bayfm.co.jp まで。ツイッターやってる方はね、ぜひリアルタイムでチェックしておりますので、ハッシュタグベイラインをつけてつぶやいててください。さあ、それでは今日のオープニングのナンバーいきたいと思います。ダパンプねの最新曲を聞きたいんですけども、相手王さんからもね、明日発売の、CD の、明日はあリリースですね、ダサかっこいいと思います。あ、今日ですね、今日、今日ですね、今日ですよ、今日、うん、今日リリースです。噂になってるダパンプの USA 脳内リフレインしています、カモンベイビーアメリカ、これ一回聞いちゃうとやばいですよね。そう、わかる。ぜひ聞きたいですというふうに期待ますけどもね、うん、これでもねロビン言ってて、はいはい、あの真似しようかって言ってましたけど、そう、踊ってみたやろうから今メンバーとねちょっと作戦会議しておりますので、あのカモンってやるところダサかっこいいってけどかっこいいですよね。かっこいいですよ。ちょっとわかりやすい歌と踊りっていうことでそういうふうに言われてんだろうけど、でダパンプがやるとかっこいいという、ね、でもあの僕あのいいねポーズみたいなの食ってやるのね、はいはいはい、あれ今50肩で、うん、あの、ま、後ろにできないんですよ。あれが一番痛いのよ、あの形が僕は痛いんです。山ちゃんが一番ダサいね、うん、だからそう、まっすぐまでいく、その後ろに行かねえんだよ。できないダパンプみたいに。頑張って山ちゃん、ちょっとずつやってリハビリしたいと思います。そうですね。それじゃあお送りしましょう、話題の曲です。今日リリースのニューシングル、ダパンプ USA。 USA、
パンプの USA に続いては今やバラエティ番組に引っ張りだこの青山テルマさん。こんなこういう曲なんですね。いやすごい、もう乗っちゃいますね。ディスコ的なのが2曲過ぎました。私今日ミラーボールの流れでシャツを着てるんで、ね、山ちゃんぴったりなティーシャツ着てる。この2曲に合わせたみたいになっちゃいましたということで、お送りしたのは渋谷のギャル50人とコラボしたミュージックビデオで話題の配信シングル青山テルマ世界の中心 We are the world でした。さあここでスペシャルなお知らせです。ベイ FM オンパチプラスワン水曜日の人気コーナー走らないと with AKB48 の公開録音の開催が決定しました。今回の走らないと with AKB48 ファンミーティング開催日は6月23日土曜日夕方5時から、場所はベイ FM スタジオマリブイベントスペースとなっております。進行 DJ はオンパチプラスワンの水曜日を担当する AKB48 の宮崎美穂さん、その他にも AKB48 総監督の横山由依さんや最新シングル「ティーチャーティーチャー」のセンターを務める小栗由依さん、次世代エース候補の向井地美音さんなど、この日限りの豪華メンバー8人が集います。山寺さん、はい、AKB48 第10回世界選抜総選挙からちょうど1週間後の放送ですからね、はい、これ熱戦の余韻が冷めやらぬ中でファンとメンバーの熱い時間が展開されるんじゃないでしょうか、はい、そしてこのスペシャルな公開録音に100名様をご招待します。応募締め切りは本日ですね。本日6月6日水曜日の24時までとなりますので、ご希望の方はベイ FM のホームページを今すぐチェックしてください。たくさんのご応募お待ちしています。 The Bayline Bay FM Shopping Island Bay FM ショッピングアイランドからこだわりの厳選商品のお知らせです。今日ご紹介するのは西千葉の本格フランス料理レストランチェ・レザンジュが数量限定で販売しているチョコレートケーキです。西千葉の本格フランス料理レストランチェ・レザンジュはオープンから30年以上の老舗レストランです。丁寧に作られた伝統的なフランス料理はコクや旨味があるのにしつこくなくペロッと食べられる本物の味と評判も高く、季節の素材を取り入れた見ても食べても美味しい食べても美味しい本格フレンチを堪能できます。でも西千葉までなかなか行く機会がないという方のために、このサイトでは常連さんのお土産としても人気の高い完全手作りの豚のリエットやチョコレートケーキなどを販売しています。特にこのチョコレートケーキはチョコレートの原料カカオマスを削るところから作る超こだわりのチョコレートケーキで、レストランそのままの味をご家庭でいただけるというちょっと、贅沢なデザートです、うん、またどっしりと重量感のある食べ応えと豊かな香りとコク、さらにチョコレートの濃い味わいは大人のためのスイーツという感じで、コーヒーや紅茶はもちろんブランデーなどお酒にも合うスイーツです。さらにボリュームもたっぷりで1個で5、6人分はありますので、ご家族で夕食のデザートとして召し上がってみてはいかがでしょうか。なお完全手作りのため1日6個の数量限定販売となります。ぜひ一度本格フレンチレストランの味をお試しください。詳しくはベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。スマホまたはパソコンからベイ FM 公式サイトへアクセスしてください。 Thanks for listening. This is the Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきますよ。今日気になったのはこちら。東方神起日産スタジアムで3日間22万人ライブ。東方神起は韓国の徴兵制のために2年間活動を休止していましたが、活動再開後の5大動物ツアーで78万人を動員。そのツアーの集大成として日産スタジアムで6月8日からの3日間22万人を集めるライブを行います。続いてはこちら。有働由美子さん10月からニュースゼロキャスターに。 NHK を退局して進路が注目を集めていた有働由美子アナウンサーが10月からニュースゼロのキャスターに就任することが分かりました。村尾信孝キャスターが卒業しその後を引き継ぎます。続いてはこちら。藤井聡太七段竜王戦決勝トーナメントへ。将棋の最年少プロ藤井聡太七段は竜王戦ランキング戦で5組の優勝を決め、羽生善治竜王への挑戦者を決める決勝トーナメントに進出しました。
藤井七段は今年度無敗の7連勝。このまま勝ち進み竜王戦にも勝てば1年で四段から8段に昇段します。ラストはこちら、関口メンディー始球式で芸能人最速。ジェネレーションズの関口メンディーが巨人対楽天戦の始球式に登場、芸能人最速となる133キロを記録しました。ちなみに始球式での最速は元阪神新庄剛志さんの145キロが1位、2位はやり投げの村上幸文さん144キロで、メンディーさんは歴代3位となります。以上です。ロビンさん、いやー、メンディさんすごかったですね。めちゃくちゃ早かった。すごかったですね。びっくりしちゃった。いや、ピッチングフォームとかも豪快で、ね、びっくりしましたね。もうユニフォームがめちゃくちゃ似合ってましたよね。もう形もそうですけど、本当にやっぱりね、いろいろスポーツ万能でしょうけども、うん、でもこのね、新庄さんとこの村上さんは、はいはい、まあ新庄さんもっとね、野球選手ですから、まあ当然と当然 で、ね、村上さんもやり投げということでね、うん、ね、コントロールとかパワーはあるってのは分かるけど、まあまあまあ、先ほど先生さん、この芸能界ではね、ね、133キロってすごいことですよ。すごいピシッと決まってましたね。しかも始球式で出せるっていうのはすごいですよね、うん、まあ僕もそれに近い球では投げたことありますけどね。いやいや、絶対嘘ですよね。かつて絶対嘘。西武対ロッテで、はいはいはい、ね、うん、やりました、とね、西武ドームでちゃんと届いたんですか。その後神宮球場で、まあ、の女子プロ野球でね、はいはいはい、投げたんですけどもね、70キロぐらいですね。60キロですかね。僕はね、もう100キロ近いと思ってビシッといったと思ったら山なりだったっていうね、後で見たらね、やっぱね、自分が見てるのとはまた違いますよね。まあ、今も投げることすらできない。届かないです、僕今この50肩で。50肩だから ね、山ちゃん、いいね、ダンスもできないぐらいですから。でもメンディさん、こうね、投げるまでもこう客席っていうかね、ファンの方にこう挨拶してる姿がすごいね、もうなんか人の良さがにじみ出てて、すごい素敵な方だなって思いました。ね、まあ、僕はまあ これで楽天勝ったんでね。あ、そうだ、まあ、それだけで十分、ね、メンディありがとうみたいなね感じですよ。よかったよかった。交流戦初勝利ですから、おめでとうございます。そうですね、大変なんですよ交流戦って。他のパ・リーグ強いからさ、セ・リーグ何やってんだよ。交流戦ってのはね、楽天だけが勝ってね、あとは全部パ・リーグが負けろと思ってたんですよ。ところが逆いってるから。そっか、そうですよね。セ・リーグ頑張ってくれよ、セ・リーグのチーム、楽天戦以外は。落ち着いて、落ち着いてください。本当に。ディレクター、阪神ファンですよね。そうですね。両方ひどいありさまですよ、交流戦。切り替えていきましょう。切り替えていきますよ。それから東方神起のね、これ3日間で22万人ライブ。すごいですね。その前に五大ドーム戦で78万人、どいで今度、22万人ですよ。ねえ。すごい。しかも2人でですからね。いやいやいや。すごい、本当にすごいです、ね、役割が2人とも、はい、宇藤由美子さんのね、うん、このキャスターっていうのもね、これからジャーナリストとしていろいろね、どういうふうな活動するのかなと思っていたらね、ここに来てるということになりましたけど、僕は村尾さんが好きだったんでね、あ、私も見て、すごいニュースゼロ見てたので、またなんか男性から女性に変わるだけでも雰囲気が、まあ、でも人気のキャスターになるでしょう、注目度が高いですよね。はい、うん、はい、以上でございますが、さあ皆さんはどんなエンタメニュースが気になってるんでしょうか。ぜひ教えていただきたいと思います。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていってください。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。7月25日にリリースされる通算55枚目のニューシングルは、テレビ朝日系列夏の高校野球応援ソングに決定しています。それではその最新曲をお送りしましょう。嵐、夏はやて。ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあ、この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します、はい、今日はラジオネーム送り狼女さんよりいただきました。ありがとうございます。片側2車線の県道で男性2人が測量していました。1人は三脚に乗せたカメラのようなものを覗きながらメモを取り、もう1人は特に周りを気にすることもなく道路を歩いていました。2人ともヘルメットもかぶらず、通行車両の誘導もなく、見ていて危なかったです。慣れた作業でももっと安全に気を配っていただきたいなと思いました。ほほほほ。いやね、これまあ大事なお仕事ではありますけど、道路に出るっていうことは本当に危険を伴うことですもんね。そうですね。しっかりと安全には配慮してお
仕事していただきたいなと、ね、本当は決まってるはずでしょうね。そうですよね、当然ね、はい、うん、しっかりと安全に配慮してお仕事していただきたいなと思います。はい、送り狼女さんありがとうございました。はい、番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。ベイ FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。ちょっと言ってくださいよ山寺さん。ちょっと今あのメールをね言ってください。寂しい寂しい。選んだんで、まあ、そこはザぐらいはロビンって任せてもいいかなと思ったんですけどもね。任せていただいたんです ね、ありがとう。たくさんのエンタメ情報に関する、ね、メールが来てますんで、はい、紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームチューバッカさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。元モーニング娘。のかごあいさんが、うん、再婚のきっかけは Facebook への書き込まれたメッセージが始まりで、うん、そこから LINE へつながり、互いの行為を確認しての SNS 婚だと明かしました。ほう、あ、そうなんですね。うん、そういえばベイ FM の中村愛ちゃんも、うん、ツイッターへのダイレクトメッセージがきっかけの SNS 婚だと言ってましたね。ツイッター上のロビンさんはそういうメッセージあるんですかって。あ、まずカゴ愛さんそうだったんですね。知らなかった SNS 婚、うん、まずはフェイスブックでつながったんだ。うん、そうなんだ。あのかごあいさんとつながれるなんて羨ましい。私大ファンでしたから今 もちろん好きですけど、まあ、Facebook ですよね。うん、うん、まあ、きっかけはそれでね、そこからだんだんっていうことですよ。だんだんってことですよ。まあね、あらゆる SNS 即死してるロビンさんね。いやいやいや、でもそういうところにも出会いはあるかもしれないっていうことなんですよ ね。そういうメッセージあるんですかって、ね、でも山寺さんあれですよね、ツイッターフォロー返ししてないからダイレクトメッセージ送れないですもんね。もう手が届かない存在、はい、私の場合はガンガン送れるんですよダイレクトメッセージだから、ね、まあ、そんなね、なんかアドレス教えてくださいとかないですけど、ね、普通にダイレクトメッセージは全て目は通してます。いろんな方から、はあ、ダイレクトメッセージってよく分かってないです知らないの山ちゃん。ツイッター機能の10分の1も分かってないですよね。そうでしょ、わかんないです。 DM 来てることあるんですか僕に。いや、山ちゃんには送れないの。送れないんですか。山ちゃんがフォロー返ししないと。ないでもインスタグラムは今インスタグラムは誰でもメッセージ送れるんですよ。ストーリーっていう機能にストーリー返信すれば、ほうほうほう、あの本人にしか見れないメッセージが送れる。あ、じゃあロビンさんにロビンさんとそうやってお付き合いしてね、ゆくゆく結婚するチャンスもあるってことですか。だからそう SNS にそう思うとありますよね。どんどんしていけば ね、ロビンさんにはあるってことですか。いやちょっと待ってな。そしたらまたフォロワーが増えるかもしれないじゃないですか。いろいろ皆さんフォローしてください。もしかしたら、ね、ロビンと結婚できるかもしれませんよ。かもしれません。今すぐ岡田ロビン翔子ちょっと必死みたいじゃん私が。やだよ。ただフォロワー伸ばしたいだけみたいな。伸ばしたいだけみたいな ね、結婚を餌にできるかもよみたいな。いやでもいいです、きっかけは SNS ってことですもんね。うん、いや素敵ですね。あ、その SNS についてアンドーナツさんからいただいております。何ですか。 SNS の女王ロビンさんはこの場合の中でね、はい、水曜ベラインの中で、はい、インスタグラムにショッピング機能が追加されたことはもちろん知ってますよね。現在は ZOZO タウンやジャーナルスタンダードなど6社のアカウントのみですが、はいはい、好きな写真についているショッピングアイコンを押すとネットショップのページに直接飛ぶというもの。ファッション誌では人気モデルが着た服が売れるそうですが、今度はインスタ映えする洋服がバカ売れするようになるんでしょうね。え、どういうことこれ。そうなのよ。どういうこと。そういうことよ。書いてある通り、書いてある通り。山ちゃん、洋服読んで、もう一回読んで、もう一回読んでインスタグラムにショッピング機能が追加されて、ゾゾさんジャーナルスタンダードなどのね、だから6社のアカウント、写真につい好きな写真についてるショッピングアイコンスト、ね、ってことは何、インスタグラムでロビンがこんなおしゃれしてますよっつっても、それショッピングためってことはこれ商売かみたいになっちゃうってこと。まあ、商売じゃないですけど、今までもそのあのウェアっていうアプリがあって、うん、ウェアリストさんとかは自分が着た服にタグ付けがしてあって、うんうんうん、あ、ロビンちゃんが着てるその服かわいいと思ったら、うん、そのショッピングできるような あのアプリが今もあるんですよ。あ、でも多分それがインスタグラム上でもできるようになってるってことですよね。あ、そういうことだ。私も知らなかった。それなのね、えー、そういうことなの。すごい。ちょっと今ねちょっとオーストリー、あ、もう
もうね、うちの館長がもう調べてこういうことですよって現物を見せに来てくれました。わかりました。写真を見て服のところをポチッとタッチしたら、うん、もうすぐ買い物ができる、リンクが貼ってあるっていう、ね、何これ。だからでもそれはプライベートとかの写真をさ、インスタに上げるっていうさ、そうだよそうだよ、でもとは違うってことね、うんうん、あえてもその目的のために載せるってことね、まあ、そうじゃないですか、使うってことね、うん、私はそうだよ。タレントがね、今日の私こんなファッションですって、うん、それタグついてて飛べるようになったらそれまたちょっと方向が違うもんね。まあでも やる方も増えると思いますよ今後。あ、そうですか、うん、あえてね。そうそうそう、あえて私は今日こういう衣装着てましたっていうのでやる方も増えると思いますけど。いや、いい、山ちゃんもこれを聞くといいね。それ服いくらかなんか入ったりするの。いや、そんなそれはないと思う。それダメだもんね、うん、それなんとかってやつだからね。ない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 、そうじゃないやつ、うんうん、いや、すごい進化が止まらないですね。お願いします。じゃあ続いてラジオネームブラックシュガーさん。僕が気になるのは今日に、リリースされた iPhone のアプリレイニーです。ほう、雨男雨女の、度合いを判定するというアプリで、位置情報と、気象庁が提供する降水量データを組み合わせ、うん、どのぐらい雨に降られているか、統計的に調べ、雨男雨女レベルを7段階で表示するというものです。今日梅雨入りをしたという発表がありましたが、雨の日もこういうアプリがあると楽しめるんじゃないでしょうか。あ、とにかく、あ、自分の位置情報を常にオンにしといて、オンにしといてね、それを知らせて自分の行動とその雨との分布をね調べるという。レイニー、あ、それでよく雨女なんですよとかね、晴れ男ですよっていうけど、それが実証されるということですね。あ、すごい、ちゃんと全部知られちゃうけどもね。なるほど。でもちょっと気になりますよね、自分がどれだけ雨女なのかとかね。確かに、でも梅雨の時ってね、うん、何か楽しみが一個あるだけでわかる、だいぶ変わりますから。そうですね。だから僕は本当にこの時ね、雨降ったら、はい、ほら割引みたいなこととか、雨降ったらこういいことがあるっていうのね、どんどんいろんなところがやるべきですよね。今どうやって雨降ったってなったら楽しいじゃん、うんね、今もまあありますけどね、もっと増えたら嬉しい。あるのね、うん、まあ、ある程度あるな、ある程度は知ってる。そう、うん、ね、いいじゃないですかこれ、ね、で、あのね、この間我々話してて、水曜日って雨多いよねって言って、多いの、ね、ウェンズデイっていうぐらいだから ねっていうか、あのね、水曜日だからかななんて話をねしてて、この間調べてみたら金曜日だそうですよ。あの全国的に日本の あの色天気言うと雨が多いのは、ええ、19.何%で、水曜日は全然1位じゃなかったですよ。気のせいだってことですよ。だからいや、でもね、先週も今週もそうですからね。そうもう一回調べ直してみます、はい、さあ続いてこちらいいですか、はいはい、伊藤さんからいただきました。ありがとうございます。バンダイがダンゴムシのカプセルトイを発売するそうです。画像を見ると手のひらサイズででけえな、はい、どれ、これでかいよ。おー、すごい、手のひらサイズ、丸めたり広げたりと変形させることができるダンゴムシのカプセルトイ、めちゃめちゃ気になります。1回500円、なかなかいいお値段ですが、仕事場の机に置いて丸めたり広げたり癒し効果もありかも。あー、いや、見た目のインパクトがちょっと強すぎて、あの手のひらサイズってもあの、ね、手のひらに乗るっていうの手いっぱいになってる。そう指の先までね、広がり時140mm、 14cm、 丸まったら 74mm。 へーなかなかの迫力ですよすごいですね、なかなかの迫力ですけどね。なんか持ったらね、ちょっと気になりますけど、キモかわいいみたいな感じなんですかね。キモかわいい。さあ皆さんもどんなエンタメ情報気になってるでしょうか、うん、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、発明でも大歓迎です。アドレスはbelai@bayfm.co.jp belai@bayfm.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline、Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show call Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、気になってるエンタメ情報皆さんからいただいております。紹介しましょう。はい、こちらはですね、 馬の耳を見物さんからいただきました、うん、福岡ソフトバンクホークスの王会長の再婚はびっくりしました。もっと早く再婚してもよかったのに、いろいろあったんでしょうね。清水邦明さんの4回目の結婚はまだですかという感じしかありませんということですけれどもね、うん、ねえ、素晴らしいじゃないですかねえ。また新しい王会長はね、そうですよ、奥様亡くなってからね、うん、知り合っていろいろとね、はい、お世話になったみたいなことをね、うんうんうん、報道で聞きましたけどもね、王会長ね、ご病気した後もね、はい、精力的に活動なさっていてね、うん、やはりね、王さんのおかげじゃねえかと思って、あんなに強いのはと思って日頃楽天ファンの私としては思ってますけどね、うん、でもどこのチームの会長で何だろうか、もう王さんのことみんな好きですから ね、 そうですよね、もうもちろんですよ。愛される、もうスポーツ界も超えてね、もうみんながもう王さんの偉業ってのはね、
ね、でもうここで再婚したってのはなんかすごい嬉しい、うん、ほっこりするニュースだなと思って、ね、私も見てましたけども ね、うん、ね、おめでとうございます。はい、おめでとうございますですよ。じゃあ続いてラジオネーム味吉のうりさんからいただきました。ありがとうございます。再来年に田町駅と品川駅間に暫定開業する山手線と京浜東北線の、新駅新しい駅の駅名の募集が昨日から始まりました、うん、僕も応募しますが、ベタに泉岳寺駅にするか意表をついた駅名にしようか悩んでいます、うん、もしもお二人が、新しい駅に駅名をつけるとしたらどんな駅名にしますか、なんて来てますけど、あ、そっか、昨日からもう始まってるんですねこれ。ちょうど品川と田町の間、うんうん、どうなんだろう。でも自分がつけた名前が駅名になるチャンスがみんな持ってるってことですよね。だからその土地のことをいろいろね調べたり、はいはいはい、その近所に住んでる人たちのね、うん、ことも考えなきゃいけないですから。そうですよ、何も知識のないロビンさんどうするつもりですか。岡田駅とかね、やっぱしたいですよね自分の。何のためにっていうね何の由来もね。確かにね、うん、なんだろう。でもその田町と品川の間だから品町駅とか間を取って、間というか2つの名前くっつけて、まあ、ありそうか、ありそうだな。全然ダメでしょダメ。どっちかに似てたらダメなわけですよ。両方に似ちゃってんだから分かりにくいじゃないですか。はっきりそうじゃなくても、そう、もう折り、ま、乗り間違いと折り間違いが絶対出てくるでしょ。だまずその土地に、あそこのことに関して知らない人がね考えてもしょうがないんですよ。調べないといけないの、まあ、だから泉岳寺に近いってことでしょ。だからあ、そうですそうです、うん、あそこら辺だもんな。わかる、うん、山ちゃん。わかるけどそこの歴史とかについてわかんないから、難しい。ちょっと宿題にさせてください。わかりました。宿題にさせてください。あのホームページであの やれるんで勝手にやっておいてください。わかりました。お願いします。ちょっとこの放送時間内に調べて、はい、考えてみます。本当ですか、はい、じゃあぜひぜひよろしくお願いします、はい、そう思います。はい、続いていきましょうかね、はい、こちらはですねマッキンさんからいただきました、うん、はい、声優の矢島明子さんがクレヨンしんちゃんのしんちゃんの役を降板するというニュースがショックでした。子供の頃ビデオに録画してセリフを覚えるほど、何度も繰り返し見ていたので、うん、あの慣れ親しんだ声が聞けなくなるのは寂しいですと。いや、これ衝撃的でしたよね。僕もびっくりしました ね、うん、ね、まあっこちゃんはねもう仕事で何度もね、はい、一緒になってますけども、ね、クレヨンしんちゃんにもね、そうです、劇場版2回くらい出させていただいたこともあるしね。僕だからクレヨンしんちゃんのそう出た時に、はい、あっこちゃんのこの、まあっこちゃんで呼ばせてもらってるの、うん、クレヨンしんちゃんの来てもうすげえ嬉しくて、もう嬉しいよ嬉しいよっつって、その前からもちろん知ってたけど ね、だってアイドルっぽい声とかもいっぱいねやってたりしたんですよって、しんちゃん、いやもう最高だっつって目の前で真似してやめてくださいよとかって言われたりしたんですけどそうなんですね。もう、うん、でも私もちっちゃい時からクレヨンしんちゃんが大好きで、ね、だってもう92年からだからね、随分長くやってるわけですよ。そっか、その声をねもうキープするのが難しくなったというふうにね、まあ、記事でしか僕見て、ま、会ってませんから、ね、分かりませんけれども、やっぱりそういうことなんでしょうね。他のはやるっていうことでしょうけども、やっぱ声を保つことって大変なんですかね。そうですね、やっぱり自分がクオリティを下げてしまうことがやっぱり本人としては嫌だったんでしょうね。ね、そうですよ ね、僕もね、どうですか山寺さんは日頃からこう気をつけてることとか、気をつけてることってありますか。確かにね、もう銭形とかに関してはね、はいはいはい、あのとにかくなやさんの真似をしなくちゃいけないと思って、なやさんも出そうと思ってルーペンルーペン最後でばっかりやってて低い、うん、ゲームとかねそういうもののやつとかだとね、うん、あとパチンコパチスロとかね、リーチリーチ太陽だよ大当たりとかって言ってるうちに喉にすぐこでダメになって、俺これは無理だなと思っていやそうなんですね。そ別にね、なやさんそんなにダミ声だったわけじゃないんだけど、なんとなくそのイメージでそればっかりをやろうとしたから、もうそんなに無理しなくていいからってスタッフにも言われたり、栗田さんからも言われたりして、今なんとかねシリーズのパート5も、はいはい、頑張ってやっておりますけれども、そうですよ、ね、最初はねこれ無理だなと思って、もう一回お断りした方がいいんじゃないかなと思って持たないそんなにこれシリーズ始まったらもう無理だと思って皆さんに迷惑かけるからと思ったんだけど、なんとかやらせていただいて頑張ってますけど、自分らしさも入れつつそうですね、まだまだですけどね。いやーすごいですね。ねえ、はい、頑張りたいと思いますけども、さあ続いていきましょう、はい、続いてラジオネームドロイドさん、ありがとうございます。毎週好、好評放送中のレイトンミステリー探偵者、ミストリーミステリーね、ミステリーレイトンミステリ ー, ミストリーってすいませんすいません、ケミストリーみたいになっちゃいましたね、うん、レイトンミステリー探偵者、ミステリー探偵者、今回のアニメはカトリーという女の子が主人公ですが、うん、なんと今週日曜日放送回にレイトン先生が帰ってくる。そのレイトン先生の声を我らが山ちゃんがご担当。長年レイトン先生といえば大泉さんが担当されていただけに、うん、収録時何か心配事とかありましたか、というより大泉さんから何か言われたことなどありますか。
暇などがあれば教えてください。日曜日の放送楽しみにしています。これに関してはないですないですか、ないですか、ねえ、いやだから今回はまあこれちょっとね、うん、どう言っていいか難しい問題をねいきなり言われたんで、そうですよね、そうですね、デリケートな問題なんでね、デリケート、これデリケートだって、それは皆さん大泉さんのイメージがあるし、はいはいはい、僕だって大泉さんの、僕劇場版出て、うん、ね、僕違う役で出てますけどね、大泉さんの霊とか大好きですから、うん、ねと思ったんですけど、今回は大泉さんじゃないということなので、はいはい、まあ他の役に関しても違うので、うん、まあどうですかっていう話だったんで、いろいろ話し合って、なるほど、うん、じゃあ真似するっていう必要もないし、山田さんなりのでいいですよっていう話だったんですけども、まあ、今までのイメージはある程度あった方がいいっていろいろね、いろいろ話しましたけどね、話し合って、まあだから何か心配なことっていうか、もう全部心配ですよそれ視聴者がどう思うかが心配ですよね、これ違うからってね、違う作品だからっていう感じで、そうか、じゃあ日曜日の放送終わり、山田さんエゴサーチが始まるわけですか。いやもう絶対僕はこれに関しては見ないですで、あ、見ないですか。だいたいわかるもん。本当ですか。だいたいわかるもん。やっぱ大泉さんが良かったなとかって言うんでしょみんな。いや、そんな言うんだろ、なん言うんだろどうせちょっとまだ放送されてないのに早いですよ、やめてください。そうやって、まあ、だ一生懸命ね、やりましたっていう、それだけですよ。なるほど、ね、どうせまた何でもかんでも山ちゃんかみたいなこと言われるんですよ。でもみんな山ちゃんにもっと優しくして、ネット、あんたがそれ読むからだよ一番答えにくいやつを選んでしまった。ごめんなさい、ごめんなさい、いやいや、まあ、はい、いいんじゃないですか。はい、はい、じゃあ続いてメッセージお願いします。続いてですか。はい、続いてはじゃあロビーさんお願いします。はい、はい、いいですか、うん、エンタメ系のアンテナが小学生の自由研究並みの私ですがと送ってくれたのはラジオネーム市原のデータマンさんですね、うん、先日その筋でビッグニュースを受信しました、うん、声優さんの朗読会で声優の話が多い、ね、大塚明夫さん、うん、山寺宏一さん、うん、林原めぐみさん、なんて豪華な3人なのに、大塚さんはツイッターで告知してましたけど山寺さんは何もない、どうなってるんでしょうか。これはね、山寺さん朗読会、ね、いつですか。なんとビルボード東京で7月の6、7とビルボード東京で朗読劇であるという、ちょうど1ヶ月後だ。 その3人と素晴らしいミュージシャンでね、はいはい、ね、チェロの村中さんとね、達也さんとかとピアノの方とすごいやるんですけども、これリーディングハイというね、はい、ソニーの新しい企画で、うんうんうん、それの第2弾かなとしてやるんですけどもね、なんとね、もう最近の先行予約でほとんど売り切れて、チケットほとんどない状態なんです。そうなんですね。僕知り合いにもまだ言えないというね結構本当ない状態。うわ、確か どうなんですかね、まあ、その状況聞いてますけど、ほとんどないというふうに聞いてますけど、じゃあちょっとね、そこそこのかなりの高額なんですよ、チケットも。じゃあそん なんかリハーサルのね、オフショットなんかツイッターに今後上げていただけると。キプラゴギアという僕は藤沢ブロードと出会った最初の出会いの作品で、僕は3回目の、チャレンジとなりますけど、すごい、本当にすごい作品です。楽しみにしてます、はい、さあこの後5時台ですけどもね、はい、叱られてでいきたいと思います、うん、はい、飲み過ぎが続き小遣いを減らされたとかね、今の時代休みを取らないと逆に怒られるとか、子供からパパの約束、パパが、まあ、約束を破った後叱られたとか、あなたが叱られたことを教えてください。はい、メッセージは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。ツイッターの方はハッシュタグ bayline をつけてどんどんつぶやいていってくださいね。いやー、私はもう山田さんにいつも叱られっぱなしで、いや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 、全くでしょ、本当にもう、いやいや、これオフのとこで僕がいつも叱られてるんですよ。すいません。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしております、バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、うん、今日の5時台は叱られてでいきたいと思います。はい、はい、仕事のミスで叱られた、奥さんに切られた、大の大人がどんなことで叱られているのかを教えてくださいということなんですけども ねなかなかね、どうなんですか、ロビンの世代だとね、時代まだね、いや、まあ、まだね、もちろん叱られることもありますけど、うん、やっぱ昔に比べたら減ったなと思って、うん、叱られるうちが花だなって本当に思います。ああ、ね、本当に思う。あるけどね、本当年取って怒られるとね、叱られるとね、へこむよ、うん、だって山寺さんが叱られることなんてないじゃないですか、ね、ありますか。だから少なくなってるってことですね、みんな気使っちゃってね、はい、あ、本当は叱りたいのにね。本当は叱られたいんですか、山寺さんは。ん、叱られたいんですか。叱れたくはないです。でもダメなところは言ってもらわないと治らないじゃないですか、自分で気づかないじゃないですか。なるほど。この間もね、さあこれから取材の撮影だっていう時にね、メガネのネジが外れてね、うん、ね、でネジここにあったんで、じゃあ自分で入れるってピンセット借りて入れたら、ポーンとどっか飛んじゃってね、うん、見つかんなくなっちゃった。何や
俺に任せろ自分でやるって言ってさっとやりました。それ大変なことになって結局メガネ屋さんにまで行くことになって、撮影が30分以上ストップするという、ね、俺一人のインタビューで、ね、最低、はい、でもみんな大丈夫ですよ大丈夫ですよ大丈夫じゃないよ、叱ってほしかったあの時はね何やってるんだ本当だ、スペアのメガネ持ってこい、しっかりしろそういう時って言ってもらいたかった、みんな優しかったじゃあこれ聞いてるね関係者の方は今後言って OK ということで、すいませんでしたさあ皆さん、まだまだメッセージベイラインアットマークベイ FM.CO.JP まで送ってくださいね。じゃあどんどん紹介していきたいと思います。ラジオネームハマちゃん、以前団地に住んでいた頃はトイレを出た後に、父ちゃんトイレに入ったらきちんと便座を下ろしてよと妻と娘にしょっちゅう叱られていましたが、4年前に引っ越したマイホームの便座は、人感センサーがついており、自動で便座が上げ下げしてくれるのですっかり叱られることはなくなりましたが、今は父ちゃんトイレに入ったらきちんと電気消してよとトイレの電気を消し忘れては妻と娘に叱られています。いいじゃないですか、これぐらいはね、これぐらい叱られてもね、まあでも覚えよそろそろねって言ったら電気消すっていうことはね。でもなんでトイレの電気って消し忘れるんですかね。私も忘れるんですよ。僕忘れないです。嘘、私忘れる、僕忘れません。本当ですか。めったに忘れません。あ、そうなのかな。あれですか、トイレのドアが光が漏れないような感じなんですか、うん、そうですそうです。それか、スイッチのとこが赤くなったり青くなったりっていうのがついてなかったりするんじゃないですか。ついてないです、ね、でも習慣にしてれば忘れないですよね。そうなのかな。で、便座はね、うちもそうセンサーですけど、はいはいはい、流れんのもね、立ち上がったら自動でこう流れるみたいになってるのあるじゃないですか、はい、あります、ね、それに慣れてると他で行った時怖いですね。あ、確かに、ね、便座の上げ下げはまだしも、うん、流し忘れはね、一番嫌だ、絶対ダメなやつだから一番もうトイレ入って一番テンション下がるやつですから、ね、そうだね、前の人のブツが残っているってのはね、本当にやめてほしい。ペーパーだけならまだしもみたいなね、あるからねすいません、ね、あんま声大きくして言う、すいません、夕飯作ってる方もいらっしゃるかもしれない。そうですね、ごめんなさい、失礼しました。気をつけましょう、はい、ミスターバックドロップさんからいただきました。叱られて、奥さんに叱られました。寝ている時に僕の歯ぎしり、寝言、寝相がひどすぎてうるさいそうです。特に寝言はひどくて、はっきり喋る上に奥さんが喋りかけると会話をするそうです。なんとか対策をしたいんですけど、寝言の対策ってどうしたらいいんでしょう。これ私も結構ね、リアルな寝言を大きい声で言ってね、言ってしまう。よ、すごい言うらしい。自分の寝言で起きることもあるし、すごい悔しいことで、ね、寝言ということが、なんでそうなってんだよ、俺はちゃんとやってんじゃないかよみたいなことを言って、途中でこれ夢だって気づいて、だけどもう言わずにはいられない、はい、でも声に出してんの分かってるんだけど、はいはいはい、もうやめられない。やめると、これ夢だからもうやめとこう、最後まで言いたいの、うるさいよって言われて、何言ってんのよって言って、うん、夢なんだよって夢で悔しいことあったんだよって言っていうことよくありました。山ちゃん、仕事の夢とかよく見たよ。山ちゃん溜まってるんですか、大丈夫ですか心配なんだよ、なんか言ってください。前朝の生放送やってる時はね、いろいろあったんでしょうね、うん、その番組のよくね、スタッフと揉めるのね、実際揉めてないんですよそんなに。はいはいはい、夢でね、夢でね、なんかあったら言ってくださいね。でもね、よくね、これ奥さんと会話ってミスターバックドロップさんやけどね、はいはい、うん、寝言言って人に会話しちゃいけないってね、会話すると死ぬっていうね、迷信が昔ありましたけどね。あ、そうなんだ。そんなわけないんですけど、まあまあまあ、まあ、でも、レム睡眠って浅い眠りの時にね、話しかけるとなんとなくその脳が休めないんじゃないかみたいなのあるらしいですけどもね、実際死ぬわけじゃないけどね、ちょっと睡眠不足になる可能性もあるみたいなことで言われてるみたいですけど、はっきりしてないですよね。で、僕の知り合いの夫婦で積極的に話しかけてるって人いたからね早く死ねばいいのにと思ってるのかと思ってね、ダメですよ皆さん、ね、なんとかなんねえかと思ってね、話しかけないよ、ね、どんどん話しかけるようにしためっちゃ会話したっていう人いましたけどね怖いな。じゃあ続いて、ラジオネームゆうりさん、女性の方ですね、大人になってから甥っ子が生まれ、祖母デビューしたんですが、つい最近4歳の甥っ子に、ゴミはこっちに捨てるのと分別されたゴミ箱の捨てる場所を間違えた時に叱られてしまいました。しっかりと反省しましたよ。それはね、しっかりしてますね、ゴミはこっちってね、おばデビューね、おいっ子だからね、あ、そかそか、おいっ子で祖母デビューって間違えた、間違えた、どうしたと思った、あなた祖母じゃないでしょ、あなたおばでしょ、全然違う、おいっ子いるんだから、何を間違えた、おばデビュー、私もおばデビューしてますからね、2歳の、どうすか、おいっ子に怒られて、ね、いやでもね、あのおいっ子の方がしっかりしてて、ご飯食べる前もいただきますとか、うん、ごちそうさまでしたを言うように、うちのお姉ちゃんがね、しつけをしてるから、うん、私がそのままこう食べようとすると、うん、ロンちゃんって私呼ばれてるんですよ、ロンちゃんいただきますわって最近言われます。
子供に叱られたと思って。そうですよね。ねえ。ね、子供の方はちゃんとしたりしてますからね。本当ですよ。僕も家での生活でなんていうソファーにやってるテーブルの上にちょっと足上げたりするとね、これ子供相手子供がやったらめっちゃ怒るんだろうな、ダメですよ、ダメ。そういうことやっちゃいけないな。まあ今いないからいいかってなってね。普段の子供そうですよね。そうですよ。信号してる大人見るとね、子供が見ててそれやりますかみたいなことですよね。子供に叱られないようにしよう。いつ子供に見られても大丈夫ですね。ないようにね。そうそうそう。ああ、だいぶまずいぞ。うん。ラジオネームたくさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。この前彼女に、36歳の男性です、うん、この前彼女に友達の付き合いで、マチコンに行ったよと言ったらものすごく怒られました。ほう。彼女は、彼女は聞いてないけど、って彼があれ言わなかったっけ、じゃないでしょ、どういうこと、本気で怒るよ、てか私も行こうかな、いやすいません行かないでください。その後顔にパンチを食らい3時間話を聞いてくれませんでした、マチコン、マチコン、マチコンって何なんだ、合コンみたいなことですかの街に出てやるみたいなこと、そうなんだ、そういうことでしょうね、出会いをね、彼女いるのに行っちゃったらね、あらららで怒られて顔に3発ね、怒られた上に3発パンチ、ちょっと3パンチを1発だ、ちょっと嫉妬してほしかったんじゃないですか、わかんないけど気を引きたかったのかな、 あえてね、そうそうそう、叱られて当然みたいにね、そうかもしれません。じゃあこの時間ここまでですね。はい、皆さんもぜひ叱られてメッセージ送っていただきたいと思います。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあそれではここでですね、この時間のテーマの叱られてにちなんだ曲2曲続けていきましょう。まずは叱られたって構わない、あなたについていくと決めたというね、ドキドキの決意を歌った名曲でございます。いきましょう、モーニング娘。モーニングコーヒー。さあ引き続きあなたからの叱られてメッセージをお待ちしています。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp までお待ちしています。はい、モーニング娘。のモーニングコーヒーについては歌詞の中に叱られたこのように私立ってたという歌詞が出てきますね。私も大好きな曲、松田聖子、時間の国のアリスでした。いよいよ来週6月11日から、11日月曜日からは、キャッチアーリーベイ様、ベイ編パワーウィークがスタートです。さあ、この水曜ベイラインはですね、水曜、おーっとっとっと、水曜ジェラシーベイライン。はい。すいません。スタッフとのタイミングが全然合いませんでした。こういう時もある。生放送です。水曜ベイライン、水曜ジェラシーベイラインと題してお送りしたいと思います。このジメッとした季節に、あえて誰しも必ず抱いているジェラシー、嫉妬、まあ、この機会に遠慮せずに吐き出してスッキリしようという、まあ、ドロッとしてるようでスッキリするという企画でございます。皆さんはね、ジェラシーを感じたよとね、感じているというようなメールを送っていただきたい。誰にどんなことにね、人の嫉妬は蜜の味ということで、そんな言葉あったかな、気のせない3時間をお届けしたいと思います。お楽しみに。はい、今回のパワーウィークは今まさに話題、耳寄りな豪華プレゼントをスタンバイしています。音楽やラジオを楽しみながら外からの音も聞くことができるスマート機能搭載の革新的ワイヤレスイヤホン、ソニーエクスペリアイヤーディオが抽選で毎日5名様に当たります。月曜日から日曜日の各ワイド番組にメールで参加してくれた方全員に当たるチャンスがありますよ。キャッチアーリーベイサマーベイ FM パワーウィークは来週6月11日月曜日から、絶対にお聞き逃しなく。 The Bayline Bay FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バズーカ山田と岡田の敏翔子でお送りしているザ・ベイライン、この時間叱られてということで皆さんから叱られてメッセージいただいております、うん、はい、紹介していきたいと思います。ラジオネームマリモさん、私は旦那からいつも叱られています。趣味のマラソンではタイムが遅い、やる気あんのかから始まり、大会出ると態度が悪いと叱られます。態度が悪い、タイムじゃなくて態度が、そう、態度が悪いと叱られます。ちなみに旦那は趣味で友達と駅伝をやっています。ちょっと私は人見知りのため少し会話が苦手で足も超遅めです。
なのでどうしてもチームプレーが苦手。言い訳になってしまいますが、私はマラソンもトレーニングも大好きなんですが、あ、好きな、私としては楽しく走りたい派です。いい、それ一番いい。また我が家では家事は分担制、掃除と洗濯は私の役割なんですが、もっと自分磨きをしてほしいそうです。旦那さんからするといろいろなモチベーションが低すぎるとのこと。旦那もだらしない部分があるのに怒られてばっかりいるとちょっと疲れる時もありますですね。あねえ、結構いろいろありますね。いろいろ溜まってますね、これ。でもタイムが遅い、やる気なのかって言われたらね。タイムが遅いと、あと態度が悪いってね。え、なんすか、走ってる時の態度が悪いんですか、なんすか。ね、どうなのかな。チームプレーって、それも駅伝じゃないんでしょ、奥様がやってるのは。いや、違うと思いますよ。だから、ね、チームプレーやっぱりみんなで走る時にあれですか、ね、我々ももうすぐありますけどね。いや、そうですよ、そうですよ、ね、もうみんなで頑張ろうって。チームプレーなんてやってられない。一人で頑張る、自分との戦いだもんな。いや、本当そうですよ。だからこれは、ね、お互い励まし合ってね、やりたいと思いますけど、もちろん楽しく走りたいですけどね。でもこうやって掃除と洗濯をしっかりしてることにもう褒めてほしいですよね、うん、自分磨きをしてってね、そんなこと言われたくない。掃除せ、自分磨きだから、自分もおしゃれとかいろいろ美容とかにも気遣って、そうそうそう、お金かけていいよってことなんですか、うん、だったらじゃあ今日は俺が掃除するから美容院でも行ってきたらみたいな一言だから、うん、ね、そういうのが欲しいんだよ、うん、女子は。あ、すいませんでした。考えてよ、言い方。すいませんでした。言い方一つで気持ち変わるから。よかれと思って言ってんだよ、こっちは。いやいや、いい、もっと優しく。よかれと思ってさ言ってんだよ。君のため思って僕は言ってるんだよ。ちゃんと掃除してよ、ほんとに。そりゃめんどくせえ。ほら、ダメじゃん、ダメじゃん、はい、ね、僕もちょっと心当たりね。すぐなんかね、まあ、よかれと思って言うこともそうだな、言い方一つでな。全然違います。優しさ大事だな。優しくいきましょう、どんな中でもな。ありました、すいません、お願いします。はい、わかりました。はい、右手にコーラさんからいただきました。うん、去年の12月に1年ぶりに母に会った際に、洋服がダサいと叱られました。24歳の男性で、お母さんに洋服がダサいんだあんたって息子怒られました。あら、私がよく買ってあげるからね、それを着なさい、選んであげるからって言われ、うん、ファッションセンター島村に連れて行かれ、うん、これがいいんじゃないって言われて洋服を買ってくれました。いい、優しい。正直言うと、母の洋服のセンスは私より下なのになと感じています。いや、洋服ね、お母さんが24歳の息子ね、もう買ってあげるからっつってね。ああ、そっか、そのお母さんの趣味も自分的にはそんな好きじゃなかったってこと。うん、でも言われるがまま来てきたんじゃないですか。そっか、いきなりお母さんに、お母さんに言われちゃった。でも私すごい思うんですけど、ファッションこそ叱られたくないですよね。だってみんな好きな格好したいじゃないですか、別に自分が好きな格好して、うんうんうん、そうだな、それダサくないって、あなたから見たらダサいかもしれないけど、私はこれが着たくて着てるんだよっていう、うん、あるじゃないですか。ね、ロビンさんね、もうファッションリーダーですからね。いやいや、私結構適当なんですけど、そうだね、別にそんなこと、うん、おいおいこら、僕もね、洋服嫌いじゃないですよ、昔から、ね、好きですよ。山田さんね、正直好きなんですよ。おしゃれしたいといつも思ってますけど、まあ、はいはい、適当でいいかなって思う時もありますけど、うん、気遣ってるはずなのにね。僕はこの仕事始めて、はい、結構まあ前ですけどもね、うん、ある声優の先輩にね、はい、山ちゃんすごくやっぱり性格もいいしね、お芝居も上手いいだよね、うん、ただね、ファッションがねってすごくおしゃれな先輩に一回言われたのと、おしゃれな方に言われたんですね、うん、女性だけどね、はいはいはい、うん、あとね、うん、もうちょっと六本木の香りが欲しいかなって、それは俺いらねえと思って。なんだ六本木の香りって、そういうのがあった方がいい、だからちょっと大人な感じが欲しいみたいな、それは六本木の香りとその人が言ったんでしょう。そうなんですね、ここで名前言いませんけどもね、先輩ですけども。聞きたいな。あとその後ね、整体というかマッサージ行って、カリスマのマッサージの先生のところに僕一時通ってたんですよ、はいはいはい、テレビにも出るようなかなり奇抜なファッションなさる方です。山田さんね、いいね、最近あれもこれも見てるよ、いいね、あと山田さんね、ファッションそこもうちょっと気遣うと、もっと売れるよって言われてね。あ、そうね、それ以来行きづらくなったっていうね。だってマッサージ行くのにおしゃれして行かなきゃいけないのかと思って、確かに それ以来行かなくなったっていうね。でもその人本当にすごい、ものすごいおしゃれというかね、とても奇抜な、 100m 先からでも分かるような感じの派手なんですね、なさってる方なんですけど、そう言われたことがあります。あら、山ちゃんも叱られた過去があったんですね。叱られたっていうかね、知らなかった、程よい注意をされました。じゃあ続いて、ラジオネームスケスケパンチラインさんからいただきました。完食をしすぎたせいか、体重が増えたことで主治医に叱られました。あ、ここ1ヶ月は完食を我慢しています、うん、健康第一ですよね、うん、山ちゃん。そうですよ、もちろんそうですよ、ね、そう、主治医という、ね、存在があってね、はい、そういう風に言ってくれるってとてもいいことですよね。そうですよね、ちゃんと、うん、やっぱプロの方から言ってもらわないとね、うん、そう、注意されて気づけることもありますもんね、うん、そうですよ、ね、やっぱ完食は気をつけないとですね、無意識に食べちゃいますからね、うん、はい、まあ、我慢した方がより美味しくね、いざという時、いざという時っていうかね、ご飯、夕飯とかね、はい、
続いてこちらでございますね。岡本さんからいただきました。ありがとうございます。今の僕にぴったりのテーマです。ズバリ営業ノルマ未達で達せずね、毎日のように叱られています。あら、特別サボっているわけじゃないんですが、うん、新年度に入りずっと営業成績不調です。同じチームの同僚たちが好調なだけに営業会議では、僕への当たりが強いんです。今年の夏で今の会社に転職して丸4年、そろそろ結果を出さないと会社からのプレッシャーにも自分自身が抱えるストレスにも限界を感じてしまうかもしれません、とはいえ自分で決意して転職した以上やらなきゃいけないんですけどね、というふうに聞いております、ね、なんかこうやってね、ちゃんと数字として結果を出さなきゃいけないっていうのがね、頑張ってるけども出ないっていう時もあるさな。本当人間ですからね、そんな毎日がうまくいくはずがないですもんね。そうですよ、新年度に入ってでもまだそんなにね、こっから巻き返しましょうよ。そうですね、ね、楽天イーグルスだってね、今確かに首位と14ゲーム離れてますけど、こっからいきますよ。みんな人向きに頑張ってるんだけど、うまくタイミング合わない時とかってあるんですよ、うん、流れとかあるから、頑張ろうって気持ちを忘れないで頑張ってたらいつかちゃんと結果がついてきますからね。そういうことでそういうふうに祈ってます、応援してます、はい、じゃあ続いてラジオネームおとさん、男性の方、53歳の方ですね。結婚式に遅刻をして、はい、嫁さんをはじめ両親兄弟各親族、皆様、たくさんの方に叱られてしまいました。自分の結婚式ということですね。そうですね、新郎ですね、この方、ちなみに今年で結婚30周年ですって。30年前の話ですか、昔のことかなっていうことなんですか、うん、これ何か読み間違いしてませんか。大丈夫ですか。あのカッコで寝坊ではなく勘違いによる遅刻でございますって書いてある。時間を間違えちゃったのか。結婚式の時間を勘違い、ね、いやだって一生ね忘れられない日ですよ、結婚式なんて。30年前のことですよね。もう時効って時効ですよ ね、 まあでもなんとか結婚式できたんでしょ。そうですよね、終わり頃に行ったわけじゃないでしょ、うん、大変なことになりますから進路が行かなかったら。確かにね、いやすごい。でも30周年つかおめでとうございますじゃないですか、うん、おめでとうございます。30周年も一緒に、ね、おお、うん、そうだ、はい。さあ、さあ皆さんもですね、叱られて叱られて叱られてメッセージを送っていただきたいと思います。はい、この曲好きなんですよ僕。いい曲ですよね。叱られて、はい、同様の叱られて。皆さん、はい、メッセージ送っていただきたいなと思います。アドレスはbayline@bayfm.co.jp、bayline@bayfm.co.jp まで送ってください。さあここではね、この時間のテーマ叱られてにちなんだ曲というか歌詞に出てくるね、この曲はですね、叱られた後にある、晩御飯のシーンあれば魔法だろうか、目の前が滲むというね、ところが印象的です。お送りしましょう、バンプオブチキン、魔法の料理、君から君へ。バンプオブチキンの魔法の料理、君から君へについても、この曲の冒頭ね、夢を無邪気な子供の頃に叱られたわけが今わかるの、今日まで幸せをくれたパパとママに花束をという花向けの歌詞ね。いや、これ結婚式であなたのこと感動しますよね。名曲です。お送りしたのはサザンオールスターズ、心を込めて花束をでした。パワーウィーク特別企画、今さらベイライン DJ パーソナルクイズ。クイズとクイズってね、確かに原稿は図が伸びてるけどね、クイズ、まあ、これでクイズだよね、普通こうやってね、クイズダサかったね。ダサかったですか、そんなことないと思うんですけど、バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているさあベイライン、まあね、来週のパワーウィークに向けて、はい、ベイライン第2週に、あ、リンジのね、2週にわたり、うん、毎日この時間違う曜日の DJ から届いた日替わりクイズをリスナーの皆さんに出題するということで、はいはいはい、クイズは本人しかわからないマニアックな問題が出題ということです、はい、はい、これ5時台の終わりに出題して6時台の頭で答え合わせをします、うん、なのでこう皆さんね、ぜひすぐ答えを予想してメッセージを送っていただきたいなと思います、はい、来週のパワーウィークではプレゼントも出ますので、来週は出るの、そう、今日はないです、ないんですよ。でも今日はその、まあ、予行練習みたいな感じでね、あの練習がてら参加していただきたいなと思います。お願いします。はい、なんとなくわかりました、うん、なんとなくでどうする ということで、はい、今日クイズを出題してくれるのはこの方です。火曜ベイラインの駒村多江です。
パワーウィーク特別企画、今さらベイライン DJ パーソナルクイズ、水曜ベイラインをお聞きの皆さん、そしてロビンちゃん、今日はロビンちゃんに私駒村隊からの問題です、うん。かれこれ28年前、1990年ですが、私アイドルとしてデビューいたしました、そうですね、藤あや子さんと一緒に新人賞を争ったということで、ロビンちゃんよりもちょっぴりアイドルとして先輩でございます。大先輩、そんな私キャッチコピーがありました。おお、これが問題です。さあ、私のキャッチコピー一体何だったでしょうか。分かった方はメールでどんどん応募してください。この後6時の時報の後に正解発表を行いますよ。はい、キャッチコピー、駒村多江さん、1990年にさつき愛という名前でアイドルデビューしたんですよ。さつき愛という名前でね。いや、1990年、うわ、ね、大先輩ですね。アイドルにはキャッチコピーってのつくじゃないですか。まあ確かに、あるんですか。あなたあるんですか。グループですけど、あのね、うう、私ね、ないんですよ。え、だからじゃあポッシボー時代とかなかった。なかった。なんか自然をこよなく愛するみたいな、なんか長いのはありましたけど、ポッシボー自体がなかったの。なかったです、なかったです。何々のアイドルとかないの。ない。うん、なかったですね。だからそう思うとキャッチコピーが井森美幸さんとか私好きですね。あの、まだ誰のものでもないっていうね。あね、井森美幸16歳まだ誰のものでもありません。そうそうそう、未だにそうだっていうね、必ず使われるもんね。バレていくとね、愛のいいなと思いますよ。ちなみにね、ベフェンでもね活躍してます森口博子さんは、はい、よかった君がいて、あ、シンプル。今日かけた松田聖子さん、はい、抱きしめたいミスソニー、ね、小柳ルミ子さん、みんなの恋人、ね、あ、今サッカー、今サッカーが恋人ですよね。まあ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 、ね、あと誰だ、アグネスちゃん、はい、香港から来た真珠とかいろいろある。あ、そんな中でね、駒村多江さん、さつき愛としてアイドルデビューした時のキャッチコピーは何でしょうか。一応ここにヒント、いや、ヒントください。ヒントあるんですよ。キャッチコピー難しい。駒村さんね、さつき愛ちゃんですよ、はいはい、歌とサックスとダンスをやっていた。サックスも吹けるんですよ。ね、歌とサックス、まあ、これロビンに今出してますけど、リスナーの皆さんにもこれヒントになるんですけどね。一緒に考えてください。でもこれね、なかなか難しいです。もう僕ある程度言っちゃいますよ。おー、ね、ヒントいっぱい聞きますね。キャッチコピーね、売りはホニャララのホニャララ、売りはホニャララのホニャララね、売りはホニャララのホニャララ。何、売りはホニャララのヘレレレレ。待って待って、さっき言った歌とサックスと何でしたっけ。ダンス。ダンス、うん、それどこにも入りませんけども、それっていろいろできるということでしょうね。売りはホニャララのホニャララララ、ね、うん、なんかね、スタッフさんがヒントをくれたんですけど、言って全然ヒントにならないことをずっと言ってるんですよね。何、大谷は二刀流、愛は三刀流、うん、でさっきは言ってくれたんですけど、全然これのヒントになってない。ヒントですか、それ。ヒントじゃないの。答え分かってないんじゃないの。売りはホニャララのホニャララララ、ホニャララのホニャララララ、こういう伸び方、音的にはこんな感じです。まあ、このぐらい言わないと分かんないから、ほにゃららら、さっきね、いろいろ調べたけど出てこないもん。それが出てこないんだ。うわ、めっちゃ難しいじゃん。リスナーの方分かりますか、皆さん。ちょっとね、ね、はあ、ちなみに山田さん、キャッチコピーとかあるんですか。僕なんであるんですか。声優にキャッチコピーないですよ。これ CD とかでデビューする人だけでしょ。あ、そうなんだ。でも俳優とかでもあんのか。いや、まあ、声優で聞いたことないですね。あの、そういう音楽とかでアーティスト活動してる人以外は。あ、そうなんですね。あるわけないじゃないですか。ね、うん、何でもやります山寺浩一。いいですね、シンプルですごい分かりやすい。何でもやります山寺浩一、ロビンさん、さあ、それではね、リスナーの皆さんのヒントになるかどうか分かりませんけど、ロビンさんの答えお願いします。売りはホニャララのホニャララ、駒村多江さん、アイドル時代のキャッチコピーは何。売りは笑顔いっぱいな愛。え、よくわかんなくなっちゃった。なんだっけ、違うの。笑顔いっぱいな愛。愛がいっぱいな笑顔です、みたいな。愛がいっぱいの笑顔。だって、さつき愛って名前でやってたんですよね。愛は絶対入ってくると思うんですよ。売りは愛がいっぱいな私の、うん。まあ、字の愛がね、違うんだけどね。アジア何、衣だけどね。これ合ってると思うな。はい。残念、全然違います。違うの、答えは。でも、はいはい、6時の頭聞けるんですか。そうです、6時の頭で発表いたしますので、皆さんね、まあ今日はプレゼントございませんけれどもね、来週はこんな感じでプレゼント出していきますんで、そうですね、その練習でございますよ。ぜひ皆さん答えていただきたいと思います。そうですね、これリスナーの方にまだチャンスがありますからね、はい、6時まであと10分、あと10分ありますから、皆さんぜひ答えを今すぐメールで、まあ、ツイッターもいいですけどね、メッセージ送っていただきたいなと思います。アドレスはベイライン@ベイFM.co.jp。
bayline@bayfm.co.jp までです。はい、もう一回おさらいしておきましょう。はい、 DJ パーソナルクイズ、今さらベイライン、DJ パーソナルクイズですけれども、駒村多江さん、うん、ね、1990年ですね。90年、さつき愛としてアイドルでデビューしました。その時のキャッチコピーは何でしょう。ヒントは歌、サックス、ダンスね、いろいろやっていたということです。いろいろやってた。はい、売りはほにゃららのほにゃららら、こちらでございます皆さん。さあ、そしてこの後6時台、いつものようにしまちゃんの街角レポートございますよ、ね、そして ね、運勢報告会もありますので、今日の運勢報告会もありますので、大吉、吉、凶、大凶、4段階今日どれだったのか、ぜひこちらも教えていただきたいと思います。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけて、この後もまだまだ参加してください。可愛かった小浜さん。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bay Live.時刻は午後6時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。ね、6時になる前に先ほどやりました、うん、パワーウィーク特別企画っていうか、プレパワーウィーク特別企画でしょうね。そうですね。今さらベイライン DJ パーソナルクイズ答え合わせでございます。はい、ということで6時の前に出題した DJ 駒村多江さんからのクイズはこちらでした。火曜ベイラインの駒村多江です。パワーウィーク特別企画、今さらベイライン DJ パーソナルクイズ、水曜ベイラインをお聞きの皆さん、そしてロビンちゃん、今日はロビンちゃんに私駒村多江からの問題です。かれこれ28年前、1990年ですが、私アイドルとしてデビューいたしました。そうですね、藤あや子さんと一緒に新人賞を争ったということで、ロビンちゃんよりもちょっぴりアイドルとして先輩でございます。そんな私、キャッチコピーがありました。これが問題です。さあ、私のキャッチコピー一体何だったでしょうか。分かった方はメールでどんどん応募してください。この後6時の時報の後に正解発表を行いますよ。はい、先ほどとまるまる同じ音源が流れました。問題だけでよかったのにね。別に同じこと2回喋ったわけじゃない。そうです、ね、同じ音源が流れただけですからね。でも駒村さんのね、アイドル時代のキャッチコピー、キャッチコピーだな、キャッチコピーは何でしょうかということだったんですが、ロビンさん外しました。はい、皆さんからもいただいております。テルボーさんは、売りは、まあ売りはホニャララのホニャララって言ったのかな、売りは売りは売り棒、売りは売り棒。夜の運行管理さんはね、売りはないけどアイドルなのだ。お、売りがないね、いろいろあると思いますけどね。ズートルビから始まるさんはね、うん、売りは週刊ベースボールを愛読してるマニアックさ。これで出たっていうね、そういう予想ね。いいですね。三つ丸さん、売りは昭和ロマンの夜明け。ああ、なんか響きがね、そこまで古くないような気がしますよね。歌とサックスとダンスもやっていたという駒村愛さん、駒村愛さんじゃ、駒村多江さんのさつき愛時代のアイドルの、はい、キャッチコピーは何だったのか。さあ、それではいろいろ来てますが、いや難しい、正解今の中にあったんでしょうか、他にもあるんでしょうか、どうでしょうか。正解こちらでございます。さあ、リスナーの皆さん、分かりましたでしょうか。答えは、売りは無限の可能性でした。当時私はサックス吹くアイドルとしてデビューいたしましてですね、イントロとかね、感想とか歌いながらサックスを吹きながら踊るということをしていたので、まあいろいろやってるので、まあ無限に可能性あんじゃねえか、じゃあつけとこっかみたいな感じでつけられたわけですね。なかなか引き出し分けるのは難しいわけですけども、ロビンちゃんのキャッチコピーは何でしたでしょうか、教えてください。ではでは。はい、あー、なるほど、ロビンさんはないっていうようですが、いやでもツイッターで久さんが、ロビンのキャッチフレーズは涙のカリスマがいいと思いますなんて、なんかキャッチフレーズつけてくれましたよ。あれ、そんな部分ありました。あの、私結構ね、ライブでよく泣いちゃうんですよね。そういうことってね、だからと思うんですけど、涙のカリスマいいですね。ありがとうございます。ということで、駒村多江さん、アイドルデビューした時のキャッチコピーは、売りは無限の可能性。あ、無限の可能性ですよ。いいですね、これはなかなか難しいですよ。難しかった、ね、これツイッターではヨッシーさんも笑顔のエンターテイナーかななんて予想もしてますよね。いろいろいいのいただきましたね。あ、音合ってるな、僕の言ったヒントとな。そうですね、無限の可能性だったんですね。いや、
あのまともなキャッチコピーでしたね、うん、本当ですね。ギャグとかそういう笑わせる要素一切なしの、うん、素敵なキャッチコピーでございました。はい、ということで DJ の駒村太陽さん、ありがとうございました。明日もですねこの時間にクイズやりますよ。以上パワーウィーク特別企画、今さらベイライン DJ パーソナルクイズでした。街角さあ、お待たせしました、しまちゃんのコーナーですが、はい、ちなみに先ほど DJ パーソナルクイズの正解者はなしです。あ、いませんでした。難しかった。はい、6時台はいつものこのコーナー、しまるゆきをしまちゃんがいろんなスポットに進出します、街角 DJ のコーナー、いきたいと思います。今日はどこに行ってんでしょうか。ゆきよ、さあ、ゆきよが叱られたいお店からのレポートは深夜12時を過ぎてからと叱られてしまいました。ゆきよでございます。よろしくどうぞ。そんな遅い時間？そんな遅い時間から、ね、終わっちゃってっからね。はい、お願いしますよ。さあ、うん、若干だからふてくされながらですね、うん、居酒屋さんで楽しんでおります。ふてくされてんの？あ、もういるんですね。はい、なんでふてくされてんの？はい、もっとかね、4時のオープニング出た後に、うん、もうこの居酒屋さんにやってまいりました。早くないですか？あ、もうずーっといんのね。早いですよ。2時間いるの？ずーっといんの。もう2時間行ってます、まあ、朝4時から農作業やってるんで、うんうん、完全にホッピー一杯でいい感じになってます。あ、もうね、酔いが回る、朝早起きだから、はい、ね、なるほど。さあ、ということで今日はですね、京成または JR の船橋駅から歩いて3分のところにあります大衆酒場、うん、増山さんにお邪魔しております。盛り上がってますね、後ろでも、ね、ね、非常にですね、アットホームなお店でございましてですね、うんうん、いいね、なんと、うん、午後2時からオープンしております。あ、早いね。早い、平日で、もう僕が来た時には満卓でございます。あら、そうなんで、さらには入れ替わって入れ替わって20数席の席があるんですが、はい、すでにずっと満席でございます。すごい、こちらすごいですね、本当に。どういう方が飲んでらっしゃるのか、ね、非常に興味が湧きますね。はい、だいたいずらーっと見ますと今もう25名ぐらいいらっしゃるんですけども、大人気のお店、すごい、ほぼほぼ皆さん叱られてるような顔してますね。いや、勝手に決めつけちゃダメでしょ。でですね、ちょっとこのカウンターのこの字のカウンターの背中越しだとちょっともう人がたくさんということなんで、お店のこの字の中に特別に入れさせていただく、もうお店の方みたいにね。店長すいません、お邪魔しております。内側からよろしくお願いします。新しいパターン。じゃあちょっと中へズズズっと、ね、入っちゃう。もうとにかくですね、うん、皆さんいろんなものを頼んでらっしゃるわけですけれども、はいはいはい、ちょっとね、うん、こちらに女子3人いらっしゃいます。女性もいる。こんばんは。こんばんは。下の名前だけでもいいんですけども、教えてもらってもいい？ゆうこです。ゆうこちゃん、ゆうこちゃん、ね、今日は誰と飲んでるの？あ、なんか罰が出ましたよ。え、誰と飲んでるか内緒、ね、そしてですね、こちら結構早い時間から飲んでらっしゃる、うん、サラリーマン風の短髪のメガネの方、うん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いい声してらっしゃいますね。今何か聞いてます？時間差でラジコを聞いてます。あ、ラジコで、ラジコ、この番組を聞いてくださってるってことですか？志麻さんの声。え、ちょっと待って、僕のこと知ってらっしゃる？存じ上げております。あら、マジですか？え、ベイブもいつも聞いてくださるんですか？車乗ってる時だけ聞いてます。ありがとうございます、ね、だけっていうのもね、なんですけどね。え、今日ね、おりちゃん絶対聞かねえぞ。何時頃から飲んでらっしゃるんですか？仕事は5時半までのはずだったんですが、うん、すみません、4時から飲んでます。いいですね。ちょっとラジコのちょっとイヤホンを外していただいて、後でラジコじっくり聞いて。今日ね、テーマがですね、叱られたっていうことなんですが、うん、今おいくつですか？もうすぐ50になります。50となるとやっぱり、まあ、管理職的な部分なんでしょうか。その叱られる、叱る叱られるっていう立場で言うとどっちですかね？中間管理職でございます。はい、叱りもするし叱られもします。あ、そういうことか。ただ今もう世の中の流れ的にはその上司から叱るっていうことも相当難しくなってきましたが、いかがでしょう？そうですね、フォローしながらも笑いを取りながらも叱ってるような笑いを取るってことは大切なんですね。そうですね、そこが一番大事みたい。ちなみに下のお名前だけでもいいんですけども、はい、福山雅治と申します。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。今何か、福山、ボトル、焼酎のボトルも、うん、福山、ちょっと待ってください、福山市雅治って書いてあるんですよ。え、常連でございます。福山市ってことは備中出身？
そうですね、向こうの出身で岡山と広島の間、はい、あ、遥か昔に、はい、出身になったことがあります。本当ですか？え、そこ本当なんだ。ご結婚は2回失敗してます。いいぞ。その結婚の中で正治さんは何か叱られたってことありますか？まあ、叱られるのが日常でありましたので、ね、どんなことで叱られるの？洗濯物の畳み方が違うとかなんて言われるんですか？畳み方が違うって。はい、真ん中から折ってないとか、うん、袖の部分が2回折れてないとか、はい、それに対して正治さん何か言うんですか？口答え。黙ってやり直してました。なるほど。それが結婚の秘訣ですけれども2度。そうですね、黙って我慢すればよかったんですが、やっぱり、うん、はい、言いたいことを言ったばっかりに、はい、失敗しました。なるほど、言ってしまうことなんですね。今女子3人いらっしゃいますけれども、あれちょっと待って、ん、何ですか？俺どっかで会いましたよね。いや気のせいだと思ってます。いやいや気のせいじゃないな。俺どっかで会ってるね。真ん中の方の子、俺インタビューしたよね。女性え、ちょっと待って、山ちゃんのファンだったんじゃなかったっけ？ファン大好き。あら、どうも。山ちゃん奥さんが、戸田恵子。出た。あ、そうだ、それだ。間違ってる。山ちゃんの奥さん戸田恵子って話。え、そう。ちょっと待って、ここ今、船橋だけれども、前回どこだっけ、あれ元八幡。元八幡ね。その方追っかけちゃう。どこにでもいるのね。モテワと船橋にしかいない。すげえな。そうだろ。すごい。え、あれ隣の人もいたよね。いた。いたよね。この前回なんだっけ、この時間いろんなとこで飲んでました。テーマがね、言い訳だったよね。言い訳の時になんかご主人の言い訳をなんか話をしましたけど、じゃあ改めて聞きます。叱られた、叱る、うん、どっちですか？タイプとしてはここ昨日叱った。昨日叱ったの？ご主人をなんて叱ったの？いい加減にしろって。ご主人は何やっちゃったの？帰ってくる時間が全然違った。何時に帰ってくる話だったの？9時が夜の、3時3時。ふざけんな。奥さんはね、早めから飲んで、ね、飲んでしまったんですね。早めから飲んでるから。来るなったよね。え、かなり飲んじゃったで。いや飲んでないっすてた。でも仕事的にはヘロヘロになっちゃったんじゃないの？なってたっすてた。で、その旦那さんの言い訳は？俺はあんまり飲んでないっつって。でもなんかメールとかそういうのあったの？俺つらいって辛かった。俺つらい、つらかった。ね、付き合いだった、ね、なるほどね。それからすいません、ありがとうございました、ね、いつもいるんだね。船橋とかこの辺りにいると、あ、ちょっと待ってくださいよ。何ですか？こちらがですね、ね、若干これはアフロ系の男性とガタイが良くて、T シャツはザ・フーの T シャツ着てます。それ、女子はですね、カップル、NHK を退職されました、あのアナウンサーの有働さんに、あ、有働由美子さんに、ちょっと似てますよ、ショートカットで。全英王に今度なるね。下のお名前だけでも。なお。なおさん。なおさん。なおさんは、え、今日も結構飲んでる感じですか？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。お顔にマイクが当たっちゃって、ごめんね。そして、彼っていいのかな？こんばんは。カップルっていうことですか？ご夫婦。そんな感じですね。あ、結構いい感じで飲んでらっしゃいますね。ね、え、ザ・フーの、ね、T シャツ着てますけど、結構これいいじゃないですか。ありがとうございます。結構音楽関係好きなの？ミュージシャン？ミュージシャン？もしかして。お、楽器は全然できないんですけど、なんか音楽が好きで、聞くだけはなんかプロですかね。あ、聞くのはプロなんだ。え、お仕事は何されてるの？プロリスナー。音楽バーをやってます。音楽バー。音楽バー。どういうこと？プロだな。どういうこと？プロだよ。JR 新ケミ川で、ピックアップムーンっていう。ちょっと待って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 。ちょっと待って、それお店の宣伝になっちゃうんだよ。お店の宣伝になっちゃうんで、お店の宣伝をしたいのであれば、今日のテーマ、叱られたって言います。何か叱られたことありますか？そう、あります。どんなことで叱られるの？今おいくつですか、ちなみに？51です。若く見えるね。しまちゃんと変わんないと思います。ちょっと待って、僕を知ってるの？知ってますよ。もうしまちゃんはフォローしてますから。え、何をフォローしてんの？ソングオブジャパン。はい。え、マジで？おお。え、僕夜中の番組聞いてくれてるわけ？いやいや、そうです、そうです。やっぱ音楽好きだから。え、で、どんなことで叱られるんですか？それをしっかり言えたらお店の PR してもいいですよ。まずこれから、今何時でしたっけ？
今6時15分過ぎですね。7時から本当は僕の店オープンなんですよ、うん、7時からオープン、うん、もう間もなくですよ、はい、でもまだここで飲んでるってことは、うん、多分オープンできないいいじゃんいいね。多分8時からオープンかな今日は。あーできない。だって仕込みだなんだって結構時間かかるでしょ。そうなんですよ。だけど、うん、今日はすいませんけど8時からオープンにさせてもらえませんか。ただ、うん、そのオープンもいいんですけど何か叱られたこと。叱られたこと、お客さんに毎日やってくださいお店をこういうように飲んで時間がずれていくわけね。はい、いいね。最高ですね。で怒られてますお客、常連さんに。常連さんね、常連さん大切ですからね。分かったん、じゃあその叱られた話してくれたんでお店のちょっと PR してくださいよ。どこにあるの？いや JR 新ケミ川、徒歩10秒ぐらいですかね。おもう目の前だ。あの線路の脇でやってます。ピックアップムーン。ピックアップムーン、はい、ピックアップムーン音楽食堂でやらせていただいてます。ピックアップってあのピックのメーカーとムーンはギターのメーカーだよね。合致してるんですよね。ですよね。なんか拾い上げる音楽をやっていきたい。なるほど。でもオープン時間は食べ物と音楽が楽しめる。そうです。じゃあちょっと今度行きますよ。いやマジですか、うん、じゃあうちでちょっとなんか生やってくれないですか。生演奏じゃ あ, あのチャオベラチンクエッティのライブを、ね、ぜひお願いします。いいですか。ありがとうございます。ちょっと待ってください、うん、あれちょっと待ってください。えどうした店長。店長秋葉店長すごいですね盛り上がりが。ありがとうございます、ね、で今回やっぱ本当に地元の皆さんと常連の皆さんで盛り上がってるんですね。ありがとうございます、うん。何かこれおすすめ の, あの商品とかあのメニューありますか。僕の笑顔ですか。わかりましたそういうところありがとうございました。あいい、ね、さあということで、ね、飲むといろいろと叱られちゃうお話が、ね、出てまいりますけども、うん、ぜひですね皆さんの船橋にあります大衆酒場、うん、増山さんに、ね、遊びに来ていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも盛り上がってんね。いやすごいですね。2時からお店やってる。いやしまちゃん次行くとこできたねできちゃったね。気になっちゃったもん。しかしね違う店でも合ってるってこのコーナーでねすごいですね。すごいですね、うん、女性3人組皆さん、はい、いろいろ叱られてる経験があるんです ね叱ったり叱られたりしてるようでございます、うん、ありがとうございました。松山さんから届けてくれました、はい、さあ、この後はですね今日の運勢を公開いきたいと思います。今日のあなたね、朝起きてからどうだったのか、大吉、吉、凶、大凶4つのうちどれに当てはまるのかをそのエピソードを教えていただきたいと思います。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。大体聞いてるとね叱られるのは大抵男の方みたいですけど ね, そ, うですね。そんな男性諸君ね、うん、この曲で気持ちよく叱られてください。久保瑠璃子男。ザ・ベイライン水曜日、はい、お送りしたのは久保瑠璃子男でした。叱られたな子供の頃はよくでもさ子供の頃はしょうがねえんだよ。大人になってから叱られるとね、へこむんだ。へこむよ。こないだもあったよ。初めて行くスーパーでさ、急いでて水買ったんだよ。うん、でさ、あレジ温水ってなって並んでたらさ、うん、見えねえところに長蛇の列ができてたんだよ。そっち並んでくださいよって思いっきり怒られてさ、怒られちゃった。恥ずかしかった。たくさん奥様方が並んでるところでさ、睨まれちゃって。指さされちゃって、そのお客さん、並んで、こっち並んでんですよって言われて。いや知らなかったんだよ。初めてのスーパー見えこっちからの見えないところに並んでたの。いいからちゃんといいから名前言って早く山ちゃん。あバズーカ山田だと岡田ロビンショークでお送りしているザ・ベイライン、ね、そんなことあったんですか。安田翔吾さんの叱られてよね聞いたらどうしてもね、はい、子供の頃叱られたこともいろいろ思い出すなこれ聞くと。本当ね、さあ皆さんからねまだ紹介 し,、うんね、してないやついっぱい来てるんでね。はい行こうじゃないですか叱られていいですか、うん、ラジオネームフォックスマンさんからいただきました、うん私は母の兄弟のおばからの電話であんたはいつ結婚するの、はあ、なんで
恋をしないのよ。なんで彼女を作ろうという気持ちがないのよ。恋をしないことまで知ってるの。あんたはおかしいと言われました。すごいことだな。おばは20代で結婚したから、恋愛しない私にダイレクトに注意。あら、強気のおばにどうしても反論できません、うん、ロビンさんどう答えればいいでしょうかなんて来てるんですけど、うんうん、ねえ、でも結婚はもうそれぞれのタイミングですもんね。山寺さんもそうですよ、自分の人生は自分で決める。まあ、おばさんもね、これ女性ですか、この方。いや書いてないですね、書いてないんですけど、雰囲気からすると女性ですかね。めいっ子、そうですか。うん、そっか。恋をしないことまでおばさん把握してる恋はしてるかもしれないね。そう言ってないだけでしてるかもしれない。してないのよって言ってるのかもね。仲いいおばさんだから言うんでしょうね。あ、なるほどね、うん、自分のペースでいきましょう、うん、ケニーさん、はい、36歳の方です、はい、男性かな。私はこの春からずっと夢だったエンタメ業界に転職をしました。あら、全く畑違いの業界、畑違いの仕事なので、わからないことばかりで毎日怒られて叱られてばかり。こんなに叱られる生活は新卒の頃以来です。でも年収を半分にしてまで挑戦したこの世界で物になる日までめげずに頑張ろうと思います。何度もめげそうになりますが、僕の挑戦を応援してくれる彼女と、うん、ラジオを聞きながら仕事ができるこの職場で聞くベイラインにいつも元気づけられています。嬉しい。せっかくこの業界に入ったのだし、いつかお二人ともお仕事ができる夢見て頑張ります。エンタメ業界、このベイラインを聞きながらやれる仕事で、エンタメ業界年収が半分、わからないですね。わからないけど誰ですか。見渡したってわかんない。わかりませんけど、ねえ、勇気がいることだと思いますよ、ね、え、また全然だって違う環境ですもんね。今まで高校生の仕事しててね、昨日も一緒だった人がね、はい、それまでは全然違う仕事をしてて、うん、関わっていたんですよ、はいはいはい、この業界ね。でもそっちの会社員だったのを声優になるって、うん、もういい年ですよ。え、ね、どうだってそこそこ偉かったでしょ、うん、会社で。そうなんですよ、全部やめてどうなのって言ったら、楽しいです、収入はだいぶ減りました。でもお金じゃないってことですか。言ってましたよ。いや、かっこいいですね、うん。じゃあ続いてラジオネームPちゃんからいただきました。初めて投稿しますということでありがとうございます、高校生の娘から、お母さんもう私の使わないでと、娘のヘアスタイリング剤をこっそり使っていたのがバレた時に叱られてしまいました、うん、あ、娘さんのね、家族のはでも分かります。私も実家にいた時とかね、お姉ちゃんのちょっと高い化粧水とかで、あ、ね、ロビン使ったでしょ、明らかに減ってるんだけどってお姉ちゃんに言われて、あーって思ったことありましたね、うん、あ、いいじゃん、ね、家族だしいいじゃんみたいな。そうね、俺も あのシャンプーずいぶん減りが早いんだけどってね言われて、使ってるでしょ、奥さんの使ってるんですか。うん、自分のねちょっとなくなりかけたんで、まあいいかと思ってね、あ、いいのにするななんてね使ったりしてね、やだ、そんないらないでしょそれみたいに言われてね。うん、はい、茨城の綾波飛鳥さんからいただきました、ありがとうございます。この方はたった今叱られました。どうしました、その理由。今日のベイラインの、ロビンちゃんのモノマネの答え何、ロビンちゃん誰のモノマネしたのと聞かれ、私も聞きそびれたと思ったら、だよもうちゃんと聞いとけよと叱られました。誰に、なんか悔しい、旦那に。あ、旦那さんに、旦那さんにこの方がね叱られたんです。ちゃんと聞いとけよ。え、待って待って、旦那さんがそんなに私のクイズのモノマネのね答えを知りたがってたことがもう嬉しい。すごいですよね、優しい旦那さん。すごいですよ、ありがとうございます。マニアックな方ですね、ずいぶんご夫婦でマニアック。ひどい、山ちゃん、旦那さん、そういう方もいるんです。聞いとけよと。そんなことでしからロビンのものはね、どうだっていい、世の中のどうだっていい方の、だいぶどうだっていい方に入る事柄ですよね。これは哲子でございます、ありがとうございます。さっきより似てねえなおい。はい、答えをもう一回お願いします。黒柳哲子でございます。この後もベイライン7時までよろしくお願いします。はい、はい、クオリティは下がる一方でございますね。そうですよね、こんなことで叱られたんですよ。すいません、でもう一個いきますか。ラジオネームモバリンさん、この方、産婦人科の先生から叱られました。あら、私はもともと貧血気味で、うん、長男を妊娠中、うん、定期検査で血液検査結果を聞いた時に、うん、ヘモグロビン数値が 7.9 で低すぎると言われてしまいました、うん、それから出産するまで鉄分の多い食材を意識して取り、うん、毎日増血剤を服用していました、うん、女性は特に貧血の方が多いですが、うん、ロビンちゃん大丈夫ですかなんて来てるんですけど、うん、あ、そっか、そうですよね、貧血、鉄分非常に大事なんです。鉄分大事ですよね、これは非常に。これもちろん女性もね、そうですけども、男性も、男性にとっても皆さんに元気でいるためには、
あの鉄分非常に大事なんです。取った方がいいんですね。私も意識して、まあ、レバーとか食べるようにはしてますけど。そうですね。だからあの鉄瓶とかでねお湯沸かしてそれ使うだけで全然違うそうですね。やっぱり鉄分って、単純にあれで。だから鉄の玉とか売ってるもんね、はいはい、鉄の卵とかね、はい、売ってるじゃん、うん、サプリもいいけどああいうので取るのいいそうですよ。あ、そう、やっぱ食事から取ることがね。そしてお水でもいいですよ。水鉄瓶で沸かすお湯とかね。そうなんだ。鉄瓶鉄食器ブームとかねあるけどね、はい、まだ読みたいのたくさんあるんだけどね。また後でね、はい、紹介できたら、はい、この後は、はい、今日の運勢王国会です。 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。 Bazooka Yamadela と岡田ロビン翔子でお送りしている The Bayline。 はい、さあここでいよいよ今日のいよいよってほどのことじゃない待ってます。今日の運勢報告会いきたいと思います。まあ朝の番組では今日の運勢を占ったりしますけれども、夕方のこの番組結果発表です。今日のあなた大吉吉凶大凶のどれだったのか、エピソードともに結果を教えてくださいということでたくさん届いております。はい、それでは皆さんの運勢発表していきたいなと思います。まずはさすらいつばめさんの今日の運勢は大吉でございます。今日は仕事が休みだったので、うん、妻とゲームセンターに行き、うん、クレーンゲームをやったら、うん、なんと、うん、2回目で大きいコキンちゃんがゲットできました。コキンちゃん、息子にいいお土産ができました。よかったって。コキンちゃん、青いやつね。ドキンちゃんの妹ですよ。可愛いですね。涙で泣いちゃうのね。そう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 、ってね、てへってやるのね。いや素敵ですね。平野ちゃんがこうやってるやつ可愛い。コキンちゃん、お休みの日に奥さんとゲームセンターいいじゃないですか。しかも、ね、しかも2回で取れるってすごくないですか。ね、何回やってもできない、はい、いやおめでとうございます。続いてマニアさんの今日の運勢は吉。雨がすごく降っていたので実家住みの私は母親の仕事に行くついでに、職場に送ってもらえることに。あら、うん、朝からそれだけで調子が良かったですという27歳のマニアさん。いいですね、お母さんに送ってもらったそうです。送ってもらえる幸せ、その中でのね会話とかいいじゃないですか。本当、ね、大事ですよね、そういう時間も、ね、雨の日でもそういうことがあった吉だそうです。続いてラジオネームターニーさんの今日の運勢は吉。吉が続きましたね。久々にゆっくりしたお休みが取れたのでとりあえず部屋の掃除をしました。すると机の中から現金5000円が出てきてびっくり。やったと思っていたけどよくよく考えてみたら、うん、自分のお金なんですよね。まあまあね。なので、まあ、なので、うん、喜び半減という意味で大吉の手前の吉にします。とりあえず5000円は貯金しようと思っています。掃除って大事ですねって。いやでもこれ嬉しいですよね、思いがけぬそういうのってね。こんなとこにそういえばしまってたなみたいな喜び。私も500円貯金をしてるんですけどね、ついついいつも手を出してしまいそうになっちゃって、今大変ですよ。ちゃんと貯金も頑張りたいなと思います。頑張ってください。はい、続いてミナポンさんの今日の運勢は今日。どうしたの。コンビニに行って着いた瞬間に財布を置いてきたことに気づきました。まあ、レジに行く前に気づいたので、店員さんには気づかれなかったことが唯一の救いですが、ショックでした。自宅とコンビニの距離が気になりますけどね。この方広島の方ですけどもね、近けりゃいいけど ね、 ね、離れてるとね、広島は天気今どうなのか分かりませんけれどもね、雨が降ってる日にね、もう無駄な往復しなきゃいけないとなったらちょっとね、嫌ですねお財布。でもさ、早く気づいてよかったですね。本当、確かに女の子はカバンとか買えるとね、どうしても忘れちゃったりするんですよ ね、 うん、ね、もうスマホに入ってると便利ですよ。入れましょうスマホに。スマホにね、あれをね、まあ、隠し金とかね、あとほら電子マネーとかをね。そうですね、うん。じゃあ続いてラジオネームハチともちさんの今日の運勢は大吉です。朝からどんより雨の一日でしたが、先日の休み愛車を一生懸命洗車してワックスしたので、バッチリ撥水。ああ、そういうことか。とっても気分がいいので今日は大吉です。あ、そっか、
洗車したばっかりで雨降ったと思ったらそうじゃなく、そう、先日の休みの日にやっといたからってことですかね。だから撥水効果がすごいあるやつでちゃんとやったからっていうことですよ。なるほど、なるほど。普通は洗車したあと雨降るとがっかりですけども、そうだそうだ、いや、バッチリ撥水してるからもう、なるほど、カピカみたいなことじゃないですか。やっぱ車の掃除もね、定期的にやるといいですね。そうですね、もちろん気持ちいいですよ。気持ちいい、ね。続いてシャケちゃんからいただきました。この方の今日の運勢は大吉です。6月から事務所に郵便局の方が週間に来てくれなくなっちゃいました。あら、あら、来てくれなくなったの大吉、うん、そこで郵便物は下っ端の私が週2回持っていくことになりました、うん、そっか、来てくれないから郵便局に行かなきゃいけない週2回。なるほど。昨日から、天気予報は雨と言っていたので聞いていたので、うん、郵便局に行くの嫌だったんですが、ちょうど雨が降ってない時に行けたんです。なので大吉です。ああ、それ嬉しい。金曜日にも行くので天気がいいといいな。金曜日はいいんじゃないですか。金曜日はね、今見るとこの千葉県も東京もね、雨ではないですか。大体金曜日土曜日までいい天気がになりそうな予報になってますけどね。日曜からはずっと雨が降りそうな感じですよ。本当だ、いや今のうちにね、金曜日郵便局 OK じゃないですか。ねえ、まあ分かりませんけどもね、その日になってみないとね、変わりますから ね、 ね、雨の中でも晴れ間にちょうど用が馳せたという。よかった、おめでとうございます。さあ、この後は皆さんもうね、運勢報告でもいいですし、叱られてでも OK でございます、うん、フリーでメールどんどん送っていただきたいと思います。はい、アドレスはbayline@bayfm.co.jp、 bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。さあ、それではここで1曲いきましょう。6月24日日曜日に三井ショッピングパークララポート東京ベイで行われます公開録音、BayFM ララポート東京ベイミュージックジャムに出演する井上園子さんでございます。今日リリースのニューミニアルバム「マイン」からいきましょう。井上園子「リメンバー」。さあ、海浜幕張にあります BayFM から生放送の「ザ・ベイライン」ラストナンバーは、まあね、ご関東地方も梅雨入りしたということでこのナンバーをお届けしましょう。世界の終わり、レイン。魔法はいつか解けると。 Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved by you. まずは山田と岡田ロビン翔子でお送りしてきた The Bayline エンディングの時間となりました。はい、はい、今はね、叱られてっていうのありましたけどもね、こちらトムさん、はい、よく行くバーがあってそこのママさんに叱られてしまいます。あんたも飲みすぎようと叱られてグラスを下げられてさっさと帰んなさいなんてこともしばしば何軒か飲んで最後に寄るバーだから仕方ないんだけどいつも申し訳ないですという。じゃあベロベロで行くんですかね。いいですね、こう叱ってくれるママさんが ね、 素敵ですね、いるというね、うん、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。明日のこの時間、伊豆の亮さんと鈴木明恵ちゃんのザ・ベイラインです。明日はですね、しっかりしろよというテーマでお送りします。でもなんかちょっとね、叱られてちょっとつながるとこあると思いますけどね。あの、周りのしっかりしてほしいこととか、うんうん、自分のしっかりしたいことなど、うん、しっかりしろよに関するメッセージを送っていただきたいなと思います。あー、自分にありますね。山寺さんもありますか。酔っ払ってね、ちょっとこう帰ってね、こう顔見ながら、はいはい、しっかりしろよ、ちゃんとやれよとかって独り言言っててどうしたのって言われることがあります。いや、自分に言ってるから。あ、明日のね、お仕事に向けてだったりとか、ちゃんとだらしない自分のところね、正さなきゃいけないところっていうことありますね。意外と、ね、酔って鏡見るとね、なんかそういうことを言っちゃうね。なんか反省しちゃう。今度見てみ、はい、ちょっと見てみ、見たことなかった、酔っ払った顔とか、うん、そしてだんだん、ね、お前誰って言う人になる。だからおかしくなるからそれやめるんだけどね。ほどほどに、はい、さあ、そして来週はパワーウェイクです。水曜ベイラインは、水曜ジェラシー、ジェラシーベイラインと題して皆さんからジェラシーを感じているメールを大募集です。豪華プレゼントが当たるチャンスもありますので、ぜひ参加してください。さあ、ベイフェム、この後7時からは誰もがジェラシーを感じるこの方、インターエクスプレス DJ 門脇智子さんです。こんばんは。でも怒られてばっか。誰に。いや、私ね、叱られることあるんですか。怒りやすいんだと思う。いや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 、そうそう、あの、世の中恐れを知らないね、その人たちは。いや、あの、世の中、こうなんか怒りたくても、怒れないタイプもいるじゃないですか。
なんかつい、もう気をつけてね、次からはね、はいはいみたいな言いづらい人もね、なんか怒りづらいっていう、まあまあ、私その逆で、なんかもういくらでも言えちゃうみたいな、うん、てめえかぐわこの野郎こっち来いやおらって言えちゃうタイプだと思いますよ。そうですか、昔からまあよう怒られる。僕らはそう言えませんよ。僕らってらは誰かは分かんないけどね。そうなんだ。昔中学時代にね、陶芸を自由研究かなんかで取ったんですよ、で、まあ、確かにくっちゃべって悪ふざけはやってましたけども、お前らこっち来いって言って散々いろいろネチネチ言われた挙句に、ビンタ食らったのは私だけなんですよ。昔からそうなの。それ未だにそう。今ビンタされないでしょうけどね、ビンタはないにしても大変なことになるよ。なんだろうな、こう唾飛んできやすいのは私ですよね。なんか明るいしあっけらかんとしてる風に見えるからじゃないですか。いや多分ね、本当は繊細なのにね、言い返すからですよね。あ、そっか、負けてねえから。その前に怒るからでしょ。お互い様じゃないのそれ。そう、目がだよってなんかこう挑戦そういうことなんだ。そんな感じじゃないでしょうかね。かわいくねえんだ。さあでもこの後のエンチュールエクスプレスでは可愛くいきたいと思いますよ。可愛くいくんだ。ブー出てるよ、早速。なんでブー鳴らすんだよ、おらよ。怖い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 。これだからいけませんね。喧嘩早いってね。叱られてそれ以上に叱るからね。はい、レッツトークは、辛いの大好き、スパイシーウィークで盛り上がっております。なんかこう、これからジメジメした季節に突入しますけれども、辛いもの、ピリッとした刺激っていうのは、なんか目も覚めるし、辛いのちょっと苦手なのって言ってても、ちょこっとこうね、スパイスをこう添えることで味がより一層深まったり、それはありますよ、しますよね。はい、そんな辛いもの、今夜もたっぷりと語っていただきたいと思います。そして、今日もプレゼントがあるんだね。おお、見てくれりゃわかるんだね。聞きゃ分かるね。もう聞きゃ分かるから聞いてや。聞くよ、分かったよ。はい、ということでこの後すぐです。はい、頑張ってください、はい、お願いします。まあね、叱るね、門脇さんの場合負けてないからね。いや本当です、かっこいい。言っても大丈夫みたいな感じでね。門脇さんかっこいい。でも叱られるってね、男、今ねパワハラとかすぐ言われるけどね、はいはいはい、愛を持って叱ることは大事ですよね。叱る方がね実際大変ですもんね。本当、じゃあ叱って本当にこれからもね、もう思ったことは言いましょう皆さん。そうだね、愛を持って言えば大丈夫ですからね。そうそう、ぶつかっていきましょう、はい、うん、ということで水曜ザベーラインお相手はバズーカ山田と岡田ロビン翔子でした。山ちゃん、ほんとちゃんとしてね、はい、ちゃんとします、すいません、はい、本当に。さあということで、ね、小栗旬さんが演じる桃太郎が鬼と対決するまで映画のような、ね、ペプシコーラの CM ソングでございました。ザ・ヘビーでセイムオールをお届けしております。はい、さあということで、では早速ここでこの企画参りましょう。パワーウィーク特別企画、今さらベーライン DJ パーソナルクイズ。お待たせいたしました。この時間は来週のベイ FM パワーウィークに合わせて、まあ、開催されるスペシャル企画でございます。はい、ザ・ベーラインでは今週来週の2週にわたって毎日この時間違う曜日のベーライン DJ か届いたですね、日替わりクイズをリスナーの皆さんに出題します。クイズの内容はパーソナル、つまりとても個人的なことになっています。なので基本出題者以外誰も答えを知らないんです。で、逆に言うと知識とかも関係なく誰でも想像で答えることができますというか、まあ、それしか方法がございません。そんな無茶なクイズです、毎日5時台の終わり、つまりこの時間に出題して6時台の頭で答え合わせをします。ただし注意、クイズの回答はメールで受け付けますが、受付時間がとにかく短いんですね。今から6時までの、まあ、11分足らずしかございません、ぜひお気をつけください。リアルタイムで聞いてくれている方だけが参加できるクイズなので、ぜひご参加ください。それでは早速クイズに参りましょう。今日のクイズを出題してくれるのはこの方です。水曜ベーラインの岡田ロビン翔子です。パワーウィーク特別企画、今更ベライ DJ パーソナルクイズ、ふふーということで、火曜日をお聞きの皆さん、そして、駒村多江さんに今日は私から問題を出したいなと思います。はい、はい。私は普段、自分がライブをするときに煽ったりするんですが、実際に自分がライブを見に行くときに、地蔵スタイルで見ることが多いんですよね。うん、皆さん、この地蔵スタイルとは何かわかりますか？さあ、分かった方はぜひメールでどんどん応募してください。この後6時の時報の後に正解発表を行います。さあということでね、岡田ロビン翔子ちゃんから、問題なんですけども、はいはい、自分がライブを見に行くときに地蔵スタイルで見に行くことが多いです、うん、さてこの地蔵スタイルとは一体何でしょうかというおさらいでございます。はあ、
でも自分がライブやるとき煽ってるけど、地蔵地蔵って言ったらまずなんだ、固まるでしょ、うん、固まってる。あるいはあれじゃないの、おむすびがほらよく地蔵のお地蔵さん前あったりするじゃない、うんうんうん、おむすび食べながら見るみたいな。そういうことかな、よだれかけしながら、よだれかけ、あ、そうだ、よだれかけじゃない。あとで雪国の寒いとこだとさ、ええ、傘地蔵とかある。あ、なるほどね。だからこうやって傘かぶりながらこう地蔵スタイルで見る。それならじゃ傘かぶってよだれかけしておにぎり食べながらライブを見ることを地蔵スタイルという。そうそうそう、これでどうだ。芦屋雁之助さんもびっくりね、大喜利的な感じでもいいの。あ、なんでもいいと。さあということで皆さんは分かりましたでしょうか、うん、さあ結果、いや分かった方はですね、もうあと9分ぐらいしかございません。はい、今すぐメールアドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 メールアドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までどうぞ。6時の時報明けとともに答えをもう発表しちゃいます、うん、締め切りまであまりお時間がございません。急いでメールをお待ちしております。ということでこの DJ パーソナルクイズはですね、もう本当その人しかわからないという。そうですね、だからみんなわかんない、タイちゃんもわかんない、わかんない、僕もわからない、うん、ただね、僕も一緒にいるのに僕の名前呼ばれてないっていう、もうこれに一番びっくりですよね。ね、駒村大さんしか俺ちょっと今あれと思って、まあでもご指名いただいたのでね、答えさせていただきました。そうですね、僕も隣にいるんですけどね。リスナーの皆さん答えお願いします。The Bayline with Kon Ali Mula and Tae Komamura。 さあ時計の針は6時を回りました。皆さんお仕事お疲れ様です。 BFM から生放送でお届け、 The Bayline 火曜日、有村コンと駒村太です。それではここでパワーウィーク特別企画、今さら Bayline DJ パーソナルクイズ答え合わせです。今日はですね、水曜ベラインの岡田ロビン翔子ちゃんからのクイズ、自分がライブを見に行くときに地蔵スタイルで見ることが多いのですが、さてこの地蔵スタイルとは一体何でしょうかということなんですね。はい、まあ、私はよだれかけでね、はい、傘かぶっておにぎり食べんじゃないかって話で、はいはい、思ってたんですが、リスナーさんはザクロシロップさん、目を細めて穏やかな顔で、見守る仏の表情。なるほど。そしてナシオのパパさんはグッズのタオルを頭に巻いて、一言も声を出さずにライブに参加、アーティストと曲お客さんの反応をじっくり堪能する、夜の運行管理さんは祈るように手を合わせて見る。すごいね、それもまたすごいね。花畑のゾエッティさんは頭ツルツルのカツラをかぶる、うん、江戸川のヒーボーさんは、座ったまんまで見る、うん、つもみさん、頭巾のように頭からタオルをかぶって、ライブは、まあ、野外だと日焼けが気になると思ったからこういうことなんじゃないかという、割と手ぬぐいスタイル多いですね。ということでいろいろあったんですけども、はい、さあそれでは本当のところはどうだったのか正解発表です。それでは岡田ロビン翔子ちゃん正解お願いします。岡田ロビン翔子です。さて火曜日リスナーの皆さん、そして駒村多江さん、はい、分かりましたか。僕の名前は地蔵スタイル、なんだか聞き慣れない言葉だと思うんですけど、うん、これはですね、うん、お客さんが地蔵のように、つまりは客席で微動だにせずにステージ上を凝視するスタイルということで、アイドル用語でこれファンの方がよく使うんですよね。まあ、ぜひチャオベラチンクエティのライブに来た時は乗っていただきたいんですけども、地蔵スタイルでも楽しんでいただいても大丈夫です。ぜひライブ8月2日よかったら待ってます。告知しちゃったごめんなさい。すごい。ということで答えは微動なにせずライブを見るでした。なるほど。新平さん、ドシェベさん、ノブブブさん、ミサさん、カントリーさん、他ね、多くの方正解でございます。すごいな、乗るだけじゃなくてそうやって微動だにしないスタイルっていうのも最近は地蔵スタイルあるんですね。いやー、これいいこと聞きましたね。勉強になりました。さあということでこの DJ パーソナルクイズは毎日日替わりで出題、明日は誰なんでしょうか。ちなみに来週はパワーウィークプレゼントもありますよ。ぜひご参加お待ちしております。以上ベイライン DJ パーソナルクイズでした。The Bayline on BayFM 78. The Bayline with Shotaro Molikubo and Junko Hamaguchi. 特別企画。今さらベイライン DJ パーソナルクイズ。さあ、森久保祥太郎と浜口純子がお送りしておりますザ・ベイライン金曜日。
お待たせしました。この時間はですね、はい、来週のベイ FM パワーウィークでございますね。そうだね。そのパワーウィークに合わせて開催しますスペシャル企画、はい、まあ、今週1週間ベイライン毎日聞いていただいた方は、うん、まあ、どんな感じか分かったと思いますが、分かるでしょうね、ちょっと改めて浜口に説明してください。はいはい。ザ・ベイラインでは今週来週の2週にわたって毎日この時間、うん、違う曜日のベイライン DJ から届いた日替わりクイズをリスナーの皆さんに出題いたします、うん、クイズの内容はパーソナル、つまりとても個人的なことになっております。なので、うん、基本出題者以外誰も答えを知りません。そうなんですよ。逆に言うと知識とか関係なく、うん、誰でも想像で答えることができる、うん、というかそれしか方法がない、そんな無茶なクイズです。知らねえよってそうどうでもええわっていうね、っちゃうんですよねクイズなんだけどね、はいはいはい、楽しいよ。さあ毎日ですね5時台のこの終わりこの時間ですね、はいはい、出題しまして、で6時の時報明け頭で答え合わせします。そうよ、ね、でクイズの回答は皆さんからメールで受け付けますが、はい、まあ受付時間賞味10分ぐらいです。短いわね。なので今から6時までの10分中しかないのでぜひ皆さん思い立ったらすぐメールでお送りいただきたいと思います。はい、あのほねちゃんも参加してね、ほねちゃんも参加してね、今日ね、はい、これリアルタイムで今聞いてくれている方だけが参加できるクイズでございますので、はい、ぜひ皆さんご参加ください。はい、ではそれでは早速クイズに行きましょう、うん、今日のクイズを出題してくれる方はこの方です。誰だ。水曜ベイラインのバズーカ山寺です。山ちゃん特別企画今さらベイライン DJ パーソナルクイズ。はい、金曜ベイラインをお聞きの皆さん、そして森久保祥太郎さんに、はい、今日は私から問題です。お礼にね、私はベイラインの前に必ずと言っていいほどうどんを食べるんですけども、うどん、そのうどんの具は、鶏天と、うん、もう一個何でしょう当ててください。グー分かった方メールでどんどん応募してくださいね。この後6時の時報の後に正解発表を行います。落語代わりのうどん食べたけど、ということで技を見せて、はい、今日のベイライン DJ パーソナルクイズは、うん、水曜ベイラインから、うん、バズーカ山寺さんからのクイズでした、はい、森久保さんへというご指名でございましたけど、森久保さん、答え分かりますか。まあもうね、山寺さんはもうあれですよ、もう20年ぐらい僕が後輩させてもらってますから、もう大体知らねえし知らねえしこれね、ただうどんはよく食べてるって聞いてますけど、はい、ね、あのうどん食べてらっしゃいますよね、うんうん、なのでもう一度あの問題おさらいしておきましょうかね、うん、ベイラインの放送前に必ず山寺さんが食べるうどんの具、うん、うどんの具は鶏天と、うん、もう一つは何でしょうかいなというクイズ。トッピングだよね、要はね、鶏天とかいろいろ置いてるもんね、好きなんでこう取ってね、そうそうそう、あれだよね。わかるかな。ちょっともう考えても。そうね。うん、はい、はい、リスナーの皆さんもぜひお考えください。ね、ほねちゃんなんかわかる？ピンときたのある？まだまだ。ね、皆さんメールで答えて、メールで。そうなんです、うん。応募は今すぐこちらまでお伝えいたしますね。メールアドレス。ベイラインアットマークベイ FM.co.jp ベイラインアットマークベイ FM.co.jp6 時の時報明けとともに答え合わせをいたします。締め切りまで時間がありません。カレー違うカレーなんでやねん、ね、はい、ヒントはなんだろうな、栄養価がすごい高いよ。本当なんだろうね、皆さん考えてくださいね、急いでメールしてね、うん、お待ちしておりますよ。はい、でもう一回アドレス言っときましょうか。はい、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp でございます、はい、お待ちしております。皆さんあのツイッターじゃなくてね、ぜひあのメールで、これ来週の練習なんでね、はい、お待ちしております。待ってるよ。How's it going? We want to make you feel better. Thanks for listening. Thanks for listening. This is the Bayline with Shotaro Molikubo, Molikubo and Shugo Hamaguchi. さあ、時刻は午後6時を回りました。森久保祥太郎と浜口純子のザ・ベイライン、はい、それでは皆様お待たせいたしました、うん、特別企画今さらベイライン DJ パーソナルクイズ答え合わせです。はいはい、はい、おさらいしておきましょう。今日は水曜ベイラインからバズーカ山寺さんのクイズをいただきました、うん、問題はベイラインの放送前に山寺さんが必ず召し上がるうどんの具は鶏天ともう一つ何でした。
これね、多分僕ももちろん行ったことあるあそこだなっていううどん屋さんなんですけど、もう大体見当はつきますか。で大体何が並んでたかなって思うと、そっかそっか、大体天ぷらものでしょ、うん、あと ねコロッケとかがあるんだよね。はい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 、はい、でも鳥天も行ってるから、鳥天行ってるわね。ちょっと50代の方の胃の状況を考えるとさすが、お天ぷらもう一個行くかなっていう。でもそれ以外何があるのかなって考えると、なるほどね、うん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 、だその中でもちょっとライトな、うん、ライトな、これはちくわ。ほう、ちくわね。ちくわ、はあはあはあ、ちくわあげたのが確かあった。ちくわね、じゃないかなって思うんだけどね。ちなみにリスナーさんから、はいはい、例えばゲストマンさん、野菜かき揚げ、なぜなら山ちゃんの髪の毛が野菜のかき揚げみたいだから、ね、理由それじゃないよ、きっとね。あと俺の髪型似てるなで選ばないよね。あと神女めねこさん、ちくわって、うん、あ、ちくわね、うん、俺もかなって。あと竜の帽子青さんは芋天。芋行く、芋店。あとゆきちゃんさんは紅生姜だと思う。あ、紅生姜あったかな、紅生姜って。そしてですね、あれば俺も紅生姜行くな、うん、これこれ骨ちゃん、うん、骨ちゃん、骨兄、うん、骨兄から来ています、うんうん、肉団子かっこボケてますよやってナイスボケー。どういう心境、ボケを目の前、あ、かわいい、あ、両手で手を隠してらっしゃるわ顔を覆って、真っ赤になってしまう。かわいい、真っ赤だ、真っ赤、すごい真っ赤。どんな気分ね、その目の前でボケを披露される気分お恥ずかしいそうね、肉団子なんてね、いいですよ、そういう答えを待ってたんです、骨に。ありがとうございます。そうよ、ね、もうレジェンドはもうボケまくってください。そう、どうせやったらもうボケまくってね、うん、はい、ということで、じゃあ、なんだろう、じゃあ、森久保さん、お答えを、うん、じゃあ僕は、俺もちくわ、ちくわね、オッケー、わかりました、ファイナルアンサーね、ファイナルアンサー、オッケー、はい、では一体答えは何だったんでしょうか、うん、今さらベーライン DJ パーソナルクイズバズーカ山寺編、正解はこちら。だバズーカ山寺です。リスナーの皆さん、そして翔太郎、はいはい、分かった、うどんの具ね、え、うん、興味ないなんて言わないで、本当に鳥天ともう一つは温玉でございます。温泉卵、おこれ必ず頼むんですね。そんで生姜多めとね、ネギは抜きでいいよっていう。ネギは抜くの、はい、正解の方おめでとうございます。うどん最高あ、そうか、卵忘れてた。そうだから栄養価が高いって私は申し上げたでしょ。あ、そうか、言ってたね、卵。ちなみに温玉答え、うん、正解の方ご発表しましょう、うん、ラジオ人間マリンさん、そしてミキさん、うん、栄養価高いですもんねって書いてる。 そしてリンゴ村の K さん、うん、あとたくさんいらっしゃると思うんですけど、とりあえず今手元にあるのはこのお三方ということで、おめでとうございます。そうだよね、やっぱそうよ、天ぷら2個はいかないっていうとこまで読みよかったでしょ。そう、読みよかった。だってあとは無料のさ、はい、ネギか、はい、でもネギ入れないって言ってたね、ネギ入れないって言ってたね。あとは生姜でしょ、確か入れ放題の、うん、入れ放題っていうか、あの自分でやってるやつね、セルフのね。卵か、温玉だって、なるほどだよね。そう、なるほどなるほど、美味しいよね。ああ、うどん食べたくなっちゃったな、ね、こんな感じでしょそうなんです、こんな感じでやるんでしょ、来週も。はい、山田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。この DJ パーソナルクイズ、来週も日替わりで出演されるんですが、うん、なんと来週はパワーウィークですので、はい、プレゼントもあるらしいんだよ。なるほど、ぜひ参加してくださいね。はい、はい、以上、特別企画今更ベーライン DJ パーソナルクイズでした。